ははいみなさんこんこにちは、えー、歴戦に講師の森山です、えー、今日から、えー、始まりますね、えー、この2020年向けての司法書士10ヶ月合格講座春生と、えー、いうことになります、えー。130回続く講義の第1回ということになりますから今から1年間、えー、一緒に勉強していきましょう。 えこの司法書士の試験っていうのは非常に難しい試験でですね。まあ皆さんの中にはもうやってやるぞという方もいるでしょうし、まあ不安だとあ,あいう方もいるかもしれませんね。まあこの司法書士の試験というのは難しい試験ではありますが、きちんと勉強してさえすれば必ずや合格できる試験ということになります。まあよくガイダンスなんかでも言いますけれども、難しいことが聞かれているわけではなくて範囲が広いと、きちんと勉強していくことによって受かる試験なんだということになりますね。で逆に言う。 とあの自分は頭いいんだと今までちゃんといい大学も行ってたんだという方もう勉強しなきゃ受かんないんですよだから勉強したかどうかで決まる試験ということになりますから1回1回の講義を大事にしてもらって講義をきちんと理解して復習するその積み重ね これを1年間きちんとこう継続してできた方という方が合格していきますですから皆さんはです、ねえー、きちんとこう1年間誠実に勉強して、まあ、受かった方というのはみんな誠実な方ですよですからその仲間入りをしていただければというふうに思います何か不安なこととかあればです、ね、どんどん相談していただければいいと思いますしこの渋谷のクラスではです、ね、あの個人カルテみたいなものを作って一人一人こう相談なんかもしていきますからぜひ役立てていただければというふうに思いますで先ほど支、ね、店長の方からも お話がありましたけれれどもこれからあの民法からの開講だとかいろんな開講があって少しずつこう教室もです、ねえー、増えていて最終的には、えー、まあもう少し人数が多くなるという,ふうに思いますけれども、えー、まあ一番最初のスタートということでこのクラスではもう憲法までやってしまいますからねで多くの方はこう民法から合流する方が非常に多いんですけれども憲法を先取りりすすることにによって秋が少し楽になりま,すで、えー、まあ民法からやったら受かんないわけではなくて、えー、そしたらもう頑張ろうという話はするんですが。 The... まあ民法から始まるとどうしてもこの商業登記終わった後にえその4科目の復習プラス憲法、刑法が待っています。まあ、皆さんもそこで刑法はやらなければいけないんですが憲法を少しでも先にやっておくことによって本当に楽になりますから今の段階ではですね抗議が結構ゆっくりペースで進みますですからもっとがんがんやりたいよという方もいると思いますがもう嫌でもそのうち抗議ついていくのが精一杯という方になりますのであの今のところはですねその憲法だけでもきちんと抗議を消化してもらって抗議を 聞いて復習して覚えるというところのリズムがこういうことなんだなというのをですね実感していただきたいそれでこう憲法から始まることによってそれがまあ短い科目で1回転できますから講義聞いて復習してで携帯証書士なんかでこう記憶してもらうといった作業がですねどのようなものなのかというのをちょっと1回転憲法のところでしていただきたいというふうに思います。ここれれから130回のの講講義義始ままってていいきますけれどもこの講義を聞いて あの正直、えー、受かる方受からない方分かれてしまいます。 1>, で1回で受かる方っていうのももちろん全員ではありませんしそれから1回でちょっとダメで2回目ですよって方になってしまう方もいるんですねでそういう方は何が違うかというともう本当にこう1回以下の講義をきちんと吸収できるかどうかそれはきちんとやるかどうかなんですがそこ違ってきますねですから受かる方の受験生になっていただきたいというふうに思うんですでそのためにはちょっと3つの約束を最初にしていただきたいんですがまず講義は休まない。 で、えー、もちろんですねえー。この通学生の方であれば、あちょっと結婚式があるとか。あ、いろんな理由でこう来らんない方もあると思います。えー、もう小学生とかじゃないんで、あのいろんな余地はありますよね。もちろんえー、大人の需要もありますよ。ですから、当然こう。子供が熱出したとか。いろんな。 あの想定外のことって起こと起るんです1年も勉強を進めていて何も障害がありませんでしたなんてことはまずありません1回で受かった方もですねもう1月になって1回ようになっちゃったとかいろんな方いるんですよでそういうことを乗り越えてこう受かっていきますからどうしてもこう休んでしまう方はあると思いますその時には必ずこうフォローしてくださいこのです、ね、講義は翌日からフォローが受けられますからインターネットで,です、ね、見ることができますので休まないで休んでしまったらフォローするということを積み重ねてください。これ 例えば1回休んでその次、えー、また休んでしまってもういいやってなっちゃって諦めちゃうこともあるんですねだから必ず休んでしまったらその次の講義までにフォローしてその次には行くんだということを積み重ねていけば諦めることはないですからまずそれが第一歩ですから。 この試験というのはこの1年目の講義で諦めてしまうという方は結構います、正直ですからこの1年乗り切るかどうかというのが非常にこう合格のためには分水嶺になっていくるんですね。ですから、とにかくそのためには休まない休んでしまったらフォローするといったことを必ず意識をしてください。で2つ目 講義を理解するだけではなくて記憶するところまで持っていってくださいねでこの視書士の試験先ほど難しいと言いましたけれども本当に記憶量が多いというところが一番の難しさなんですですから1回以下の講義を理解するだけではなくて記憶する時間というのを必ず作ってください で例えば、ですね、えー、今日やったことであれば今日寝る前に、えー、あれを覚えた、これを覚えたあれは何だっけなって全部思い出せるぐらいにやっていくってことが大事ですねですから、まあ、私のクラスではこの携帯小書紙っていう教材が暗記帳になって非常に強力な武器になりますので、えー、それを使ってですね、えー、きちんとこう、えー、記憶の作業というのをやってください、えー、理解するのって面白いんですよあなるほどね憲法ってそうなんだみたいなでもそれを覚えるってところまでで初めて勉強なんです。 で覚えるというのは確かに辛いですよ、人間って忘れる動物ですからあの忘れることは得意なんですけど、覚えることってなかなか難しいんですね、ですからそれをこうきちんと記憶の時間というのを意識して取るようにしてください、もう10分でも20分でもいいです、例えばあの皆さん勉強してくださいというと問題解いたり、まだやってないところの本を読んで理解する、こういうのをよくやりますよね、でも見返して覚えるというのは意識しないとやらないはずなんです。 ほととんんどが理解とか演習に費やすすはずなんですよだから記憶するっていう専用の時間を意識して作るそうすることによってやったことを覚えて初めて一人前なんだということを認識をしてくださいねこの記憶ということをきちんと認識できたかどうかこれはもう予備校でも私もそうなんですがあの理解しやすい講義ですとかみんな言うんですよでもそれは記憶するための手段なんですねで最終的に頭に入ってなければいけないもっと言うと理解してなくたって覚えてれば解けるんですから でですからこの理解も大事ただそれは記憶の手段なんで理解してなるほどねっていうだけではなくて必ず覚えるというところまで持っていってくださいね記憶の時間でのをきちんと意識して取るということですでそれから3つ目余計なことはしないこの講義で私がこれをやってくださいということだけで精一杯のはずなんです。 ですからあ、あの予備校のこの問題集がいいだとかもちろんそれを進めることもありますがあの余計にです、ね、あれもやろう、これもやろうなんていうふうふに自分で判断をしてしまうとそれはもう情報が氾濫していく頭が混乱していくでこの講義でやることだけで合格できる分量が与えられますで多くの方はそれでで精一杯なんです。 ってことは余計なものに手を出してなんか司法試験の過去問もやったほうがいいらしいよとか予備試験がいいらしいよとかいろいろ噂が出回りますよでもそれをやってしまうということは本来大事なことをやる時間削ってるわけです。だだだこの講義だけで精一杯なんだから 受かる方もですから、あそれを精いっぱいやってほしいですね。で、えー、それを責任持ってこちらがですね、えー、きちんとやりますので、それを与えられたことをしっかりこう吸収するようにしていただきたいというふうに思います。えー、この試験、とにかくその3つ、今、約束しましたが、当たり前なことを当たり前にできる、えー、そういう方が3%、えー、いますよ。で、そういう方が受かってるんですね。えー、ですからあ、しっかり当たり前なことを当たり前にやるんだということ、例えば、あ講義、今日は休んでもいいやなんていうふうにサボり癖があるような人は受からないですよ。 やっぱり97%の人はそれがもしかしたら常識かもしれませんただ受かる方というのは3%ですからやっぱりこう、えー、受験生の常識というのは合格者の非常識とよく言われますけれどもその3%の方が まあ、もしかしたらあ常識的じゃないかもしれないえそこまで勉強するのみたいなトイレでもやるのみたいなでもそういう人になってほしいんですねそれで受かってほしいんですそんな形でぜひ、えー、合格できる受験生になっていただいて1回でこう受かっていただければというふうふに思いますねよろしいでしょうか。それれから、まあ、無料体験の方ももいいると思いますけれども、まあ、ぜひ あの講義というものはどういうものなのかというのを体験していただければというふうに思いますね。やっぱりこう講師によって言ってることも違うし、あと相性があります。あの人の話は聞きたくないとか、いうふうに生理的に受け付けないとかいうふうに思うようであれば。もう話は中身入ってき、来なくなりますから。あぜひそんなところを体験していただいて、あこれならついていけるよと言ったところですね。それをこう体感していただければと思います。あのいうことですね。ではよろしいでしょうか。では一回目なんで、そんなにこう中身に入るわけではありませんが。あのテキストの方を使ってです、ね。 司法書士の実務の話だとかそれから法律の話だとか試験の話だとかまずは、えーまあ、皆さんが想定するような入門的な話のところから始めていきたいと思います。 こちらのですね全体構造のところではブレイクスルーテキストそれから講義ノートですねこちらのほうが2つあると思いますのでこちらを出していただければというふうに思います無料体験の方も多分ブレイクスルーの抜粋と講義ノートの抜粋があると思いますからそちらのほうね出していただければというふうに思いますではまずブレイクスルーのほうから進めていきましょう で私の講義は基本的にブレイクするテキストを中心にお話をしていきますが、あのー、講義ノートの方で補足もしていきます。講義ノートが基本的に板書代わりだというふうに思ってください。別に講義ノートが こう主たる教材というわけではなくて本当にこうブレイクスルーテキストというテキストがありますからそちらで進めていきますがあの例えば板書とかやっていたら時間がもったいないですね、えー、とにかく教えることがたくさんありますから初めから板書することとか図表にこうやって、まあ、ホワイトボードにまとめるのではなくて初、まあ、めから配っちゃってるというふうに思っていただければいいんですがただ全体構造だけは結構講義ノート中心にお話をしていきます。全体構造は皆さんの頭のの頭中にに法律の核を作っっていく3回回なりますからちょっと思考回路を一緒に に作っていく意味で講義ノート中心になりますのでそこはご了承いただければというふうに思いますねではまずブレイクセルテキスト3ページのところを開いていただいてこの第1章のところが司法書士の業務についてのお話ということになりますまず3ページのところ司法書士の業務内容ですが第一節登記業務というふうに書いてあります で一行目見てもらうと、えー、不動産あるところに登記ありと書いてあってまず、えー、司法書士の仕事というのは登記の仕事なんだということですね、えー、これを理解をしていただければいいかなというふうに思いますやっぱり今職域がいろいろ拡大しておりますが中心となる仕事はやっぱり登記の仕事なんですねでまあ登記の中でも一番多いのが不動産登記というふうに呼ばれるものになりますで不動産登記って何ですかというとまず不動産の登記なわけで、えー、不動産というのが 土地とととか建物のことだだと思ってください正確に言うと土地とその定着物という言い方を民法で勉強します、まあ、土地建物ですよとその土地建物について誰が権利者なのかみたいなものを公示するものがだだといいううふうに思ってくださいだ例えばあの小学校1年生とかで教科書が配られます。 で教科書が自分のもんだというときに名前書かないと自分のもんかどうか分からなくなりますよなんて先生に言われて書きますそれが不動産における登記だと思ってくださいね不動産土地建物に名前書くとこないですからじゃあどうやって自分のもんだってアピールするのか工事していくのかというと法務局に登記簿があってそこに自分の名前をです、ね、書いてもらうことによって自分のもんだというふうにアピールできる民法的に言うと第三者に対抗できるという言い方をしますけれども、まあ、とにかく今のところは自分のもんだと主張できると思ってください ま簡単な言葉かからら入っててだだんだん専門用語にしていきますからねですから教科書に名前書くように登記簿に名前書くんだということによって自分のもんですよというふうにアピールすることができるようになるわけです。でこの登記っていうのは実は義務ではありませんですから皆さんが土地を買った時に登記をする必要は全然ありませんでもみんなやります自分のもんだって言えないと困るから3,000万出して不動産買ったのに、えー、人のものになっちゃったら困るから。 でですすから登登記記をししてていいくその登記って結構難しいんですだって登記簿の名義が A さんから B さんに変わるわけですよ、えー、これ簡単に変えることはできませんだからこの登記申請をお客さんの代わりにやってあげますよというのは司法書士の仕事になります結構いろんな添付書類をつけて申請書をしっかり書いて提出をしていかないといけないですね法務局にだからこれをお客さんの代わりにやってあげるのが司法書士ということになりますまあ代理業です まあ大体私業ってみんな代理業です例えば今確定申告の時期ですが税理士さんがこう確定申告を代理してくれますが別に計算得意な方は自分でやったっていいわけですよでも面倒くさいから頼む、えー、もっとやりたいことがあるから頼む。 えー、自分の時間を大事にしたいから専門家に頼むといい仕事してほしいから頼むと弁護士だってそうですよねだから司法書士もこのように登記の仕事を代理するんだということになりますで登記の仕事は不動産登記だけではありません商業登記というのもあります会社っていうのはすべて登記しておかないといけないんですね、えー、これは、えー、うちの会社こんな会社ですよ代表取締役誰ですよ資本金いくらですよっていうのをきちんと、えー、分かるようにしておかなければいけないんです例えば皆さんが なレックと口座を、まあ、無料体験して取ろうというぐらいならいいですけどじゃあレックに1000万融資しましょうとな,なった時にどんな会社か分からないと困りますよね。 え皆さん口座申し込むくらいでいちいちレックはどんな会社なんだなんて登記も取る人はいないと思いますが融資するのであればどんな会社かってきちんと分からなければ困るわけですよでホームページとか見たっていいことしか書いてないですよねですからこれは国が正式にインフラとして会社のことを分かる情報として登記のシステムを作ったんですこれが会社の登記商業登記なんですねだから商業登記見るとその会社の資本金とかちゃんと書いてあります代表取締役は誰か書いてありますどんな会会社社か分かかるるように何をやる会社か全て あ、わかるようにしておかなければいけないということなんですね。だから役員も全部書いてあります。だから、うちの会社の役員はそんな人いません。とか言ったっているじゃないかってわかるわけですよ。こういう風なインフラが商業登記なんですね。で、この商業登記に関してもこちらは義務なんです。で、例えば。うーん！ 役員が変わったら登記しなければいけないし資本金が三億だった会社が九千万とかになってしまったらそれはきちんと登記しなきゃいけないんですよで取引相手がです、ね、あの会社が資本金下がったんだ危ないな,なんていうふうにちゃんと分かるようにするためにはそれを公示しておかなければいけないのでこれは登記は義務なんですねだから商業登記の場合にはあ何か変更があったら登記事項に変更があったらきちんと二週間以内に登記をしなければいけないという義務があるんですね でもちろんこれもなかなか自分で登記申請できないですからあ社長から依頼があって、えーまあ、世の中の会社って多くは中小企業ですよですからそういうのが、えー、司法書士のところやってきて先生登記お願いしますと、えー、うちの会社ちょっと役員が変更があったんで役員の変更登記お願いできますかとかああいった形で依頼があって商業登記の申請をしていくこれも司法書士の仕事ということになりますでこのように、まあ、やっぱり登記の仕事っていうのは今多いですねで特にこれからは もしかしかたらこの相続登記なんかを義務化しようなんて動きが今、法務省ですごい動いてます。で、この相続登記がされてない避けてに A さんから B さんに売却があった時にはみんな登記しますところが相続の場合には親の名義であってそんなに困らないので、えー、家族で揉めてなければですから相続登記をほっとくで1台ほっとくだけならまだしも次の代もほっといてもう。 4代ぐらいいいい前の名義でで、えー、いいですすすす今どうればんんんかみたたな不動産って全国にに本当にたくさんあるんですよだからもう相続はすぐ登記をしなきゃいけないように義務化しようみたいな話も出ていてこれからやっぱり登記の仕事も増えていくだろうなというところですね。東京なんかだと今すごい増えてますあのオリンピックがあってあのすごいやっぱり不動産の開発なんかもあって名義もどんどん変わりますから。 でもちろん2020年以降そのオリンピックのです、ねえー、景気というのはなくなるかもしれませんけれども今のところはすごい増えているといった状況ではありますよね。 でえー、これからその相続登記の義務化なんかでもやっぱり、えー、不動産登記は重要だということになるでしょうでは、これが昔ながらの登記の仕事になりますが4ページのところに行ってください、まあ、この辺りは気楽に聞いておけばいいですあのここから本当の勉強になったらここから覚えてください、えー、これはチェックしてくださいなど話がどんどん出てきますからそしたらチェックしたところをもう思い出せるぐらいに、えー、覚えていただくといった話になっていきますでは4ページのところに行ってください訴訟業務と書いてあります司法書士は訴訟の仕事もできます 裁判の仕事ができますえつまり法廷に立って裁判所議ぎありとかこういうあのいわゆる訴訟代理人の仕事ができるんですね。でおそれは弁護士と一緒かそうなんですよ弁護士にならなくていいんですよただ弁護士とは違いますから限界があります弁護士と違う限界が当然にありますそれは何かというと一つは民事裁判だけです。刑事裁判はできません。え刑事裁判できない だから刑事裁判であの弁護人がですね冤罪を晴らしてやるみたいなあそんなこと言ってるのは全部弁護士です、さすがに民事裁判だけお金を取り返すとかあそういうのは民事裁判だけですねしかも上限があります、140万140万までの訴訟。 まあだから、訴訟業務というのはそれだけで司法書士全然弁護士にはかないませんもちろん裁判に関してはもちろん小さな訴訟については代理することができますから弁護士と対等に行うことができますが会社同士のトラブルとかを代理できるわけでもないですね140万ですから刑事弁護ができるわけでもないのでやっぱりこの自分は訴訟がやりたいんだっていうんだったら弁護士をこう目指すべきだと思いますがただ、登記の中でちょっとした訴訟があったりした時に結構使えるんですよ。 やっぱりお客さんんもも安心してもらえるんですね。ちょっとこういうトラブルがありましたとか例えば不動産関係の話をしている中でそういえば敷金を返してもらってない敷金取り返し訴訟しましょうとかこういう話は当然成り行きとしてありますだから結構この訴訟ができるというのは大きなメリットではあるんだということになりますね。で今敷金を取り返すといった話がありますがこういうのは結構あるんですが。 あと今よくあったのが消費者金融の過払い金訴訟ですねこれテレビの CM だとかあるいはラジオの CM なんかでよく過払い金を払いすぎていませんかみたいな CM があっておそうかって司法書士事務所とか出てくるわけですよでまあそういう仕事があるわけですがこの過払い金についてはだんだん下火になってきました多くの人がやっぱりもう取り戻し済みですねですからこの過払い金訴訟で本当に多くの司法書士がですねすごく事務所を もう本当に大きくしちゃって東京なんかでもいきなり300人ぐらいあの事務員を抱える事務所なんかもできたりしてもう結構儲かった事務所も多いんですよただこの過払い金訴訟も長く続くわけではありませんから、まあ、一般的な公式金を取り返すとかそのような奨学的な訴訟に落ち着いていく形にはなりますただやっぱり大いに役立つ訴訟業務ではありますね。でもう一つの限界がこれ簡簡易裁判所だけ簡易裁裁判判所所だだけけです ですから民事訴訟で140万以下の簡易裁判所一番下っ端の裁判所だけですねだから東京地裁とか高裁レベルまでこう進んでいっちゃうともう代理権はありません関西だけだということを抑えてくださいだから関西訴訟代理等関係業務という名前がついているんですね、えー、じゃあ関西だけじゃ全然できないじゃないかと思うかもしれませんが最高裁っていうのが一番トップの裁判所です、えー、この最高裁全国で1個しかありません 東京にでそれからその下が高等裁判所。これ全国に8個ありますで、その下が地方裁判所。これ全国に50ありますで、その下が簡易裁判所で簡易。裁判所から地裁高裁最高裁という,ふうに進んでいくんですね。裁判が。じゃ、あ一番下っ端だけじゃないかと僕思うかもしれませんが、この一番下っ端の裁判所簡易裁判所438個あります。だから、もう全国の9割の裁判所で代理権があると言っちゃってもいいと思います。 でしかも、まあ、この簡易裁判所ってだから140万までしかできないのでもちろんそれを超えちゃったら初めから手に負えませんただ、この140万の訴訟であれば簡易裁判所で代理ができますで全国の438の裁判所で代理ができるんですしかも日本の裁判所ってじゃあ、関西でえ判決に不服だというと控訴っつって上の裁判所で2回目の第2ラウンドを始めることができるんですで、えー、さらに不服があればさらにこうもう1回上訴できるんですね。 ただ上の裁判所に行っても結論がひっくり返ることって非常にまれだってみんな分かってますから一審で判決が出ると控訴しないいって事例の方が多いですだからこの1個目のです、ね、裁判所や代理権があってそれで例えば判決をもらって控訴しないで終わりってことも非常に多いのでそのまま解決できる事件も結構多いんだということは押さえておくといいかなという,ふうに思いますね。よろししいでしょうかで えー、こちらの訴訟業務についてはです、ねえー、実はまたあとでスケジュール的なお話をしますが司法書士の試験に受かるだけではダメです司法書士の試験に受かるだけではダメ、えー、皆さん2020年受かりますよね2020年の7月の試験で受かって11月に合格発表で合格発表出ます合格だと言われますでその後に、まあ、それで合格して登録すれば司法書士なんです ただその後に特別研修というのがあって特別研修クリアして関西講座に受かると認定司法書士になれます。この、えー、訴訟の業務は認定司法書士だけに許されております。認定司法書士だけに許されております。あのインターネットで司法書士の名簿とか調べてもらうと認定に丸がついている司法書士かついてない司法書士があの司法書士会の名簿にはあります。 この丸がついてるのは認定司法書士なんですね。その丸がついてる司法書士だけがやることができるんです。だからぜひ皆さんはこの司法書士の試験に受かった後に認定考査もクリアしてもらうと、えー、裁判の仕事もできる司法書士になることができます。あの司法書士の資格って合格率四パーセント三パーセントまあ最近四パーセント近くなってきました。でこの関西考査のあのいわゆる認定試験に関しては。 今合格率が50%何ですね結構難しくなってきますえ50%何じゃ4%に比べれば全然簡単じゃないかというと合格者の中で50%何ですから結構やっぱり難しいですよでこれ昔はほぼ100%でしたあの、まあ、こういうこと言うとあれですけどあの私がこう合格して実務あ私が受かった時はまだこ認定の 話なかったんですね。えつまり裁判の仕事できなかったんです。でその後にえこの認定のあの仕組みができてですね、一番最初の認定交差私の頃はですね、もう実務出てるもう民事訴訟なんて 民,民事訴訟の身の字って何みたいなもう30年前に受かったんですけどみたいなそういうベテランの司法書士がこぞってこう認定・交際を受けて大体みんな通ったんですよですからそういう、まあ、時代だったんですけど、まあ、ほぼ100%ですね今はだんだん合格率下がってますだからやっぱりこの、えー、訴訟の仕事も大事だってことでやっぱり難しい試験を課してくるようになりましたねただあの合格率 50%60% といことはちゃんとやってれば受かる試験です で多くの人って司法書士の試験に受かって燃えつけちゃって勉強してないんですよ、これだからやってれば受かる試験なんですね、司法書士は頑張らないで受かんない試験ですがあのこの認定講座、普通にやってれば受かるんですでもやっぱり合格後に普通にできないんですよ。で、研修って面白いですよ。 あの同期の仲間がいっぱいいて話を聞くと毎日飲んで歩いてますよ。で、その状態で受からなくなっちゃうんですね。ですから、まあもちろんそれ大事なんです。あの同期の仲間でやっぱりこれからこの業界で生きていくわけですからねえ。同期の仲間とやることも大事なんですよ。でも。 多少勉強しななけければいけないで研修が終わった後認定講座まで時間がありますからそこでどんだけ集中できたかなんですね。でやれば受かるんですということで、えー、まあ認定講座をクリアするとです、ね、認定司法処置になって裁判の仕事ができるようになるぞなんて形で押さえてくださいで5ページのところを見てもらうと青年貢献業務と書いてありますこれがやっぱり多くの方が今やっていてやっぱりこう人数が足りないというふうによく言われていますね。 この成年後見の仕事というのはやっぱり今すごい多いです、えー、全然足りてませんで例えばですねあの認知症になっちゃったお年寄りの方なんかが自分で契約を結んだり自分の財産管理ができないですからそれをやってあげる仕事だと思ってくださいこれまた民法始まったらすぐ出てくるんですけど成年後見人というのになってその後見人としてお世話をしてあげる でお世話だってあっ介護の資格じゃないですからそういう現場で介護するようなお世話ではなくて例えば預金を管理してあげるとかいうことですよねであとはリフォームとか契約が必要であれば代理で契約を結んであげるとかそういうような法律的なサポートをしていくんだというのが成年後見の仕事です。もちろんこれ今高齢化社会ですから あのちょっとうちのおじいちゃんが認知症になっちゃったんですけどみたいなケースってすごくいっぱいあるんですねそれで結構求められてますということでこの成年後見の仕事というのがやっぱりこうあるんだよとたくさんあるんだよということになりますでただ一つ言っておくとこの成年後見の仕事に関しては実は資格いらないんですだからさっきは、えー、訴訟の仕事これ弁護士か司法書士じゃないとできないし登記の仕事は司法書士しかできないですね ですが、この青年公券の仕事は誰でもできます。資格がなくてもできます。ただ裁判所から指名されないとできないんです。例えば青年公券人、青年公券が始まるよっていう時には、例えばうちの人が認知症になっちゃってつって裁判所でじゃあ公券人つけてくださいっていう審判が始まるんですね。そこでじゃあ先生にお願いしますっていう指名されて審判を受けてそれで初めて始めることができるんですよ。 だから、裁判所から指名されなないいとできないじゃあ誰が指名されるかといったらやっぱり資格者なんです。で、実際にこの成年後見になるナンバーワンが司法書士です。成、えー、年後見に裁判所で、えー、指名されるうち30%以上は司法書士なんですねあとは弁護士とか行政書士が続きますがもう弁護士以上にやっぱり司法書士なんです。 でどうしてかというとこの司法書士の成年後見ってやっぱりしっかりしてるんですもう会を挙げて昔からやってるんですね弁護士は全然最初力を入れてなかったんですよあの訴訟の仕事があるんでで司法書士はもうこの成年後見の資格ができた時からもリーガルサポートっていうのを作って初めから会を挙げてシステム化したんですだからもう司法書士に関しては裁判所からの信頼を受けてますからあじゃあ司法書士の先生にお願いしますって言われることが非常に多いですね よろししいでしょうかでもう一つがこの成年後見人に裁判所でこう言われるのが親族です親族で例えばあの子ども長男が成年後見人になるよみたいなケースはありますけれどもこれはやっぱり結構問題なんですお金使い込んじゃったりするんですよでやっぱりいろんな問題が起こってくるんですね ですからなかなかこう親族にです、ねえー、身内の人に後見になってもらうというのもなかなか裁判所も尻込みを最近はしていますですから身内の人になってもらうんだったら間にこう司法書士にです、ね、入ってもらって信託の形でやろうとか、まあ、いろんな形には向こうしてくるんですがなかなかやっぱり今親族というのは信頼なくなってますね。まあ、といってもあの専門家も時々使い込んじゃったりするので、えー、それは一概に言えなくてですねあのー 依頼者の中にもですね、まあ、使い込まれる不安があるなら親族の方がいいかなみたいな子どもに使い込まれるならしょうがないけどそのプロに頼んで使い込まれるのはどうかなみたいな方もいますからこれはなかなか難しい点もありますけれどもやっぱりこう専門家が入ってあげて少しでもこういう,う、まあ、きちんとです、ね、問題が起こらないようにしてあげるというのであればあ一つちゃんとした役割だなというふうには思っておりますね。 ただあの正直他の仕事に比べてお金にはならならいです、まあ、ある程度お金になりますよもちろん何人か成年後献の仕事やってます何人かっていうかあうちの事務所は3人ちょっと後献人としてやってるんですよみたいなので十分食べていけたりはしますから結構お金になるんですけど他の仕事に比べるとやっぱり労力はかかるんですね相手がやっぱりその認知症のお年寄りだったりあるいはちょっと精神障害とか を追っったた方だったりするとやっぱりこういろいろ言ってきたりしてですねもっとお小遣いくれたとかああいうことを言われて結構用書士の先生が参いっちゃったとかいうことも聞きますからそういう意味ではなかなかこう労力の必要な仕事だなというふうには思いますけどね若い方中心に結構多くの方がやっぱり取り組んでますね。 で、えー、それから今度は6ページの方に行くとですねまあその他にもいろんな仕事がありますよということです例えば、えー、6ページの括弧市場で遺言書を作る仕事なんてありますがあこの遺言書を作るというのもやっぱり大事な仕事であの相続っていうのもなんでこう問題になるかとで遺言書も残さないで死んじゃったりするから問題になるわけで、えー、きちんと問題が起こらないようにこの財産はこうするこうすると最近はあの 就活ってて呼ばれてますよねこの就活で遺言書を作るなんていう方が多いですからこの遺言書を作るお手伝い遺言書って結構作るの大変なんですよ。なぜかというと法律で厳格に決まってるんですねルールが。例えば全文辞書辞出ですよしなければいけないで押印しなければいけない印鑑を押さなければいけないって全部ルールが厳格に決まっていてあの蓋開けてみると無効な遺言って結構あるんです。で例えば最近多いののがなんかあの パソコン開けたらあるいはスマホ開けたらあの動画で遺言書を残してる人あの私がどうのとか言ってるわけですよこれ全然ダメなんですねあの辞書しなきゃいけないから動画はダメなんですだからそういう意味では結構ルール厳密なんで無効になっちゃい遺言って多いんですよでどういう遺言なら無効にならないかというと公正証書遺言って公証役場で作るこれ完璧ですね でこの交渉役場に行く時には承認とかも必要ですからそこでこう司法書士がついていってあげて、えー、承認になってあげたりとかしてですねその交渉役場にの手続きをこう一緒にやってあげるといったような仕事も結構ありますで私の知ってる司法書士なんかだとですねある病院に入院してる患者が遺言書を作りたいっつってあの依頼があったもんですから行ったと。 そしたらです、ね、その患者さんがこう交渉役場に行って使用書士と遺言作ったら喜んじゃってです、ね、病院の入院仲間にみんな言ったらその病院の。 えー、入院している患者の遺言書をもう全部分作ってきたみたいな司法書士もいましたからあの結構、やっぱり遺言書を作るという仕事も結構多いことになってますよね、まあ、そんな形で、まあ、いろんな仕事があるよというお話ですちょっとガイダンス的なお話ではありましたが7ページ、えー、もうちょ,っとちょっと本論に入る前に、えー、今度は試験の話をさせてください、えー、7ページ以降第2章司法書士試験というふうに書いてありますがあこの司法書士試験のところですね第1節試験の特性というふうに書いてあります まず1行目に実務科登用試験という,ふうに呼ばれておりますでこの実務化登用試験というのは何かというと次の太字のところですが受験勉強で身につけた知識を現場ですぐに使うことができるというふうに書いてありますね。 あの、太人ところですね、ちょっと無料体験の方は白黒なんで、あ、このブレイクスルーの青ですごく強調されてる部分が。逆に青でコピーで薄くなってますから、見づらいと思いますが、あのテキストの方はちゃんと濃く。なっていると思いますが、あ、受験勉強で身につけた知識を現場ですぐ使うことができると。あの、実務で必要なことが全部聞かれてます。あの、この試験っていうのは、受かった後の研修って、ほんのちょっとしかありません。 これ司法試験なんかだと受かった後にすごい長い司法収集が待ってますでどうしてかというと司法試験って実務でで必要ななことを聞いいてくるわけじゃないんですでそれがやっぱり批判のもとであの法科大学院ができたりとか瞑想を始めちゃったんですが昔の司法試験ってやっぱり全然実務科の試験じゃないんですよでその文句言ってるわけじゃないですよあの弁護士ってやっぱりあのいろんなものにやんなければいけないんですね ですからあのそれを全部知識で聞いてきてもしょうがないって面があります、えー、聞いたことないような法律も全部対応しなきゃいけないからだからやっぱりその法律の考え方だとか、えー、法律のこう素養っていうのが大事でそれを聞いてくるわけですよだから、まあ、言ってみれば大学入試みたいなもんであの基本的な知識ではなくても一番の基礎を聞いてくる。 だから実務で必要なことはその後に学ばなければいけないんです大学入試と一緒別に大学で法学部で法律勉強するかといって法律を聞くわけじゃないですよね入試でそれはちゃんと論理的思考力があるかが基礎知識があるかってことを聞いてきてそれでじゃあその後勉強しましょうって話なんですで司法試験ってそういう試験で司法収集で訴状の書き方とか勉強するわけですよ でそんんななの試験でで聞いいてこないんです民事訴訟の論文は書かせますけれどもじゃあ訴訟1枚書けないわけで使用試験に受かったってその後どう収集でやるかって話なんですねところが使用書士って登記申請書まで試験の段階で書かせますから実務で必要なことは全部聞いてくる試験だと思ってください。だかからら受かった後にすすぐ実務出られます で例えば司法試験受かって弁護士になろうと思ったら司法収集終わってることが前提なんです要件なんです司法書士の試験って研修受けてなくても登録できるんです研修は義務じゃないんですよさっきの特別研修受けて認定講座受けるっていうのはちょっと認定試験受けるためには義務ですがそれ以外の研修って受けてなくても登録しちゃっていいんですルール上はあの最近結構うるさいところもあります あの登録は県ごとにやりますが例えば神奈川なんか結構厳しいんですよ神奈川の司法書士会なんかは研修受けてないんじゃ登録認めないよとか窓口で勝手なこと言いますからそうするとやっぱり研修を受けてることが事実上必須になったりはしてる県もありますがただ基本的にはですねこの司法書士の試験というのは研修が必須ではありませんから受かったらすぐ登録していいんです、まあ、神奈川とか群馬あたりは結構うるさいんですが、まあ、とにかく まあいいんですよで、えー、それはなぜかというと試験で実務ですよと全部聞いてくるからあの運転免許証の試験に近いと思ってください運転免許証の試験っていうのは運転することに必要なことを全部聞いてきますよねだから受かったら免許証くれるんですよ受かってから勉強じゃないんですもう必要なこと全部やって試験があって受かったら実務出ていいんです司法書士の試験ってそういう試験だと思ってくださいだから試験で聞かれることは実務で必要なことなんです だから正確な知識が要求されます司法試験と司法書士って何が違うかっていうと実務課登用試験と教養試験というふうに言いますが教養的な試験というのは論理的思考力だとか考える力だとか聞かれますが実務課登用試験というのは実務で必要な正確な知識が聞かれる。だって皆さん正確な知識があるから実務ができるわけですね。 正確な知識があるから運転できるわけですねだから駐停車は交差点から何メートル以内は禁止とかその何メートルという数字が出るわけですよ。それを知らなければ運転できないからですだから司法試験なんかだと方向性がわかればいいんですね基礎学力論理的思考力わかればいいから相続放棄はできるだけ速やかにどうしてか法的安定性とかそういう話なんですよ ところが司法書士は「何ヶ月以内3ヶ月月以以内内数字が出ますいつから相続会社を知った時から」とかこういうふうなですね「あのいつから何ヶ月」って具体的な数字が出るだから結構覚える100分の3とかいろんな数字なんかも覚えなければいけない正確な知識が問われるのが司法書士の試験だということなんですね。だから 司法試験に受かるタイプと司法書士の試験に受かるタイプって結構違っていてやっぱり司法試験に受かる人って頭いい人ですよ論文をそういうのに組み立てて守備一貫してるとかそういうのが求められますからねで司法書士はそうじゃないんです頭がいい方じゃなくてちゃんとやった方あそれ覚えてます覚えてますみたいなこういうふうなもう頭良くなくていいんですよよくわかんないけど100分の3ですよねってちゃんと覚えてる方が受かるんですね。 だから、ちゃんとやってれば受かるのはそういうこと正確な知識が要求されるんですだから覚えてれば受かるんですだからちゃんと覚えているということなんですね正確な知識が要求されますということで、えー、よろしいでしょうかねだからこれから一緒に勉強していくんですが実務科登用試験で実務で必要なことを全部正確に聞かれますからそれを覚えてくださいその代わり正確な知識って繰り返さないと覚えられませんから覚えることと覚えなくていくことを講義で明確にしていきますからね で講義で必要だっつったことをしっかり覚えるようにしていただきたいというふうに思いますだから記憶の作業というのはしっかりやってほしいんですよよろしいでしょうか実務科登用試験だよというのはそういうところに特徴がありますでは8ページのところに行ってください あのまあ、それはどうして実務課だと、えー、例えば正確な知識が要求されるかというとさっき運転免許証の話で言いましたが知らなきゃ運転できないと言いましたが実務もそうです相続放棄が何ヶ月以内にできるかって正確に知らなければ実務できないですよ。でお客さんから依頼があって、えー できますよとか言っておいてやべえ切れてたとかいうことになりかねませんからねそれはちゃんと正確な知識があるからこそ実務できるもう例えば決済なんか言ったら瞬発力ですよ先生これいいですか大丈夫です大丈夫ですって言って3000万動いて後からダメでした通用しませんからねだからとにかく正確な知識が要求されるんだというふうに理解をしてくださいでは8ページ9ページのところで試験の話を少ししていきましょうで試験の話なんですがまず9ページのところを見てください え9ペーージジにスケジュールがありますで先ほど支店長がです、ね、で今が直前期だみたいな話をされておりましたがあのちょうどです、ね、この9ページのところを見ると4月5月というところで直前期を迎えて、えー、7月のところで本試験があります。で正確に言うとこの4月1日にならないと試験日って分かんないんです。 えー、そこで初めて発表されますからということなんですね、えー、そこで要項が配られてでゴールデンウィークが明けたら出願ですでこの出願が二週間だけしかありませんから忘れずに出願してください二週間だけです、えー、ゴールデンウィークが明けてちょうど月曜からあ翌週の金曜の夜までですねで消印有効ですからあの忘れちゃったらどうにか消印もらって出せばどうにかなるので、えー、いいんですが でまあ、なるべく早く出すに越したことはないんですけれども例えば皆さん東京で受けますか東京なんかだと結構人数が多いんです例年最近だと早稲田大学の会場で行いますけれどもいつ受験出願するかっていうのも結構大事で一番最初に出願するとやるる気ののある人たちのクラスになりますですからあの、まあ、ガツガツみんな受かろうとしてる雰囲気の中でやっぱり自分を頑張れるっていうのもあるし。 デメリットとすればあのー、教室がちょっといいうところですすねもう緊張しちゃいますで後の方に出すと欠席者が多いので結構スカスカな教室で受験できるといういい雰囲気の中で受験できるわけですね、えー、逆に言うとただ周りが結構受からない受験生が多かったりするので、えー、どっちがいいかというところはありますけれどもあの、まあ、なるべくこうゆっくり出す。 出してですね、えー、あんまりこうやる気ありすぎる中で、ね、なかなかこう緊張したのもあれだという方もありますからそこはいろいろ見ていただければいいかなというふうに思いますね。であとはですね、まあ、細かい話ですけど願書出す時に前の席の人と後ろの席の人って結構影響大きいんですね。で今年なんかでか前の席の人の香水がきつくてとか前の人がなんか動くんですとか。 あ,あいう方もいますから、あのそのあたりが結構大きいんですが、えこれ回避できる方法ってなくはないんですよ。あの郵送で出すとわからないんですが、現場に出しに行ってこう並んで出すと、その前のに並んでる人は自分の前の席の人ですからね。ですから、なんかちょっとこうちゃんと真面目そうで大人しそうな人の後ろにこって入ってですね出すと、前の人はあのちゃんと選べるんですね。えそういうのはあります。 えー、なんてこともありますけどね、まあ、とにかくまあ出願なんかもそんな形で2週間で行われますから忘れずに出すということです。ということで皆さんは2020年目指しますから2020年の4月以降ちょうど1年後の話だというふうふに思ってくださいで7月ここで試験があります7月に試験がありますちょうどオリンピックがある頃ですね、えー、この7月のところで試験があるよということになります。で まあ 7, 月日日7月の第1日曜日、です月の第日曜日多分7月5日じゃないかなと思われます。で、実はあの社労士という資格があってこれが8月だったかな、でこれ、オリンピックの影響でもうずらすって発表してます。司法書士は多分 ずれないと思いますね、えー。いうことで7月の第1日曜日に行われるはずです。さあこの7月の第1日曜日に何が行われるかというと筆記試験です。筆記試験が午前2時間、午後3時間、合計5時間かけて行われます。でその試験科目が8ページの方に載ってます。 暑い中5時間かけて行われますから当日は体力勝負の面がありますから5時間戦える持久力はちゃんと残しておかないといけないですねで,、えー、ですから例えばあのまた直前期的な話をすると前の日追い込んで徹夜とかしちゃダメですよ5時間頭働かせるんだからちゃんと前の日寝たほうがいいですで前の日徹夜したってカバーできないほど範囲広いですからちゃんと今から勉強していくことが大事で直前期はその体力の温存なんかもやっぱり大事ですからね。 アスリートと一緒ですよ、前の日に疲れるほどやったってしょうがないんです、当日どんだけ力が出しきれるかですからね。えー、いうことです。でえー、とにかくまあ5時間勝負です。で、えー、8ページのところ見てください、下に図があります、でまず午前の部が2時間、こちらは、えー、午前の部が2時間ありますが、こちらでやられるのは何かというと、えー、いわゆる卓一が35問です、憲法、民法、刑法、会社法、商法、えー、なんて形で卓一が35問出題されます。 で中には難しい問題簡単な問題がありますが司法書士の試験に関してはオール1問3点。難しい問題も簡単な問題も全て3点です。だから、 あのみんなができない問題取れなくていいんですが、みんなが取れる問題ちゃんと取っとくと3点ちゃんと取れます。え簡単な問題で点数を落とすと本当にこう差がついてしまいますから、あ基礎を落としてはいけないですね。簡単な問題で点数低いんだったらいいんですが、簡単な問題でも難しい問題でも点数一緒です。1問3点です。あのなんか聞いたことあるような法律な気がします。 で午後の部見てもらうとやはり択一が35問、出題されますがこちらはちょっとマニアックな科目並んでますね。え法律を聞いたことある方も何、教託法みたいなあそんな形だと思いますがちょっとマニアックな法律が出てきますだからこの司法書士の試験の特徴は午後の部にありますね午後の部によく聞いたことがないような法律が並んでますからこれをしっかりやっていくことが大事ですでこちら何が聞かれているかというとやっぱり実務で必要な法律です。 やっぱり司法書士の資格を取ると不動産登記とか商業登記を先ほど実務でやりようと言いましたから不動産登記とか商業登記これは法律でちゃんと択一問題聞かれます印鑑証明書は何通必要でしょうという問題出ますよ、択一でそれが分かっているからこそ実務ができるわけです実務でできることを全部試験で聞いてくるわけですねだからこのあたりのことというのはみんなが実務でできることですよ受かった後にに午後の部午前の部より1時間多いです。 午前の部より1時間多いですでは1時間多い分、えー、何が出題されてるかっていうと期日が2台期日が2台出題されます一番下のところですね商業登記と不動産登記の期日問題があそれぞれ各1問出題されてその分午後の部は時間が1時間長くなっているよということを認識をしておいてください。でこの期日問題というのも皆さん安心してください。論実ではありません だから別に先生、文章を書くのが苦手ですって方だって別にあの恐れることはありません文章なんて書きません、何を書くのか申請書です、登記申請書皆さんが実務出たら登記申請の仕事をしますからその登記申請書を試験の段階で書かせるんだということになります。 よろししいいででょううかねいうこととここれれが2試合されますだからこれは本当に実務的な試験であのホーム花子さんとかになりきってもらって申請書書いてもらいます皆さんの事務所に訳わ,わかんない依頼者がいっぱいやってきますよ、えー、こんなことがありましたと書類も整理しないでやってきますよ戸籍も散らかして、えー、皆さんがいろいろ見なきゃいけないですねで会社だって変な会社が依頼してきますよ先生あの 司法書士の皆さんホーム律子さんになりきってもらってホーム律子さんの事務所に A 会社の社長がやってきましたとで事情を聞いてみるとですねなんか取締役が犯罪を起こしたとかえなんでこんな不祥事ばっかの会社なのみたいなことが起こってきますよで普通だったらもうなんか役員がまた先生また同じ役員でお願いしますみたいな簡単な仕事が実務やるときますがもう何人も。 取締役の中死んでる人がいるし犯罪者もいるし大丈夫かな、まず書々しに来る前になんかお祈りでもしたほうがいいんじゃないかという会社が依頼してきましてだから結構大変な申請書を書かせられるわけです。でそれを書いてです、ねえー、行くわけですということで、まあ、実務で必要なもうそこまで難しいひな型をまず実務でだったら書くことがないというぐらいいろんなことが起こりますからそれをこう書いてくると受かってくるよということになります。こ、まあ、これが筆記試験とということになりますね で9ページのところに戻っていただいてスケジュールの続きなんですがこんな形ですで9月下旬、こちらに合格発表が行われます。筆記試験の合格発表、筆記試験の合格発表で皆さんはこの筆記試験の合格発表があ終わってそれで終わりではありません、その後に試験があります公実試験があります。 これ十一月ですね。十一月に口実試験があります。まあ10月か、十月ですね。十月真ん中、十月の中旬ぐらいに口実試験があります。で、この口実試験というのは対策はいりません。実はあの四パーセントぐらいの合格率だと言いましたが、この四パーセントの合格率は全部筆記試験です。筆記試験で例えば二万人から七百人に絞られます。 で、口実は七百人が全員通るという試験だと思ってください。誰もが受かります。誰もが受かります。アドバイス聞かれたら、行けって言います。行けば受かります。で、あの、結構ですね。難しいこと聞かれるんです。で、この口実試験というのは、やっぱり、こう。まあ、なんでやってるかというと、一つは顔見せ的なことですよね。で、あるいは。 本当にどうしようもない人を落とそうとしているのかもしれません。ですから、よっぽどのことがあったら落とすと思うんですが、まあ、よっぽどの受験生は今のところいないってことですよね。ですからなんか悪態ついたりとか、なかどこまでやったら落ちるのかって分かんないんですけど、まあ基本的には行って落ちた人はまずいませんから、基本的には行っていただければ受かる試験ですね。でだからまあ結構法律のことをちゃんと聞かれます。 でだからやっぱり答え全く答えられないってことになったら本当に受かったのって疑われてカンニングがあったかないかとかいうことにはなるでしょうけれども基本的にはちゃんとやってれば受かる試験ですから行、まあ、ってそれなりのことをはいはい言ってれば受かりますのでそこは安心をしていただければいいいいかなとううふうに思いますねあのだから予備校でよくです、ね、ちゃんとスーツを着ていきましょうとか言いましたけれども私は T シャツで行って受かりましたから、ね、あの基本的には受かるんですよ。 で私は大学生でしたから何も知りませんからねそういうあの社会常識はですから行ったらですねあのみんなスーツ着てるわけですでおかしいなと思って受験用語を見てもスーツでこういうと書いてないわけですよ、まあ、常識なんですねそういうのはですがあそれでちゃんと受かりましたしで私はだからもう世の中で一番最初にこの口実落ちた人になるんじゃないか歴史残っちゃうんじゃないかというふうに不安でしたよね行ったら何も答えられないわけですから。 あのやっぱり難しいこと聞かれるんです、えー、その全員受からせるんだったら簡単なこと聞けばいいじゃないですかでもすっごい難しいこと結構聞いてくるんですよで全く答えられないわけです私もあの1回で一応受かりましたから1回で勉強時間短いとやっぱり忘れるんですねで夏の間は全然勉強しなかったですからあの大学生で、えー、1年勉強終わってですねやっぱり試験終わると楽しいわけですよねで大学生の仲間が待ってるわけですよでやっぱりこう 高田のババで酒を飲むような生活がまた始まるわけですよ。で、そんなことを3ヶ月もやっていれば何も忘れますよね。え、短い時間で詰め込んだことを3ヶ月何もやらないと忘れます。で、受かりますよ。で、あ、受か,受かった受かったやったと、これでどうにかなったみたいな大学4年生で受かってどうにかなったということで、2週間後口実ですよ。じゃあ2週間勉強するかって言ったらやっぱり受かれてますよね。で、当日になったら慌てていろいろ行きの電車かなんかでチェックするんですが、ついていろいろ聞かれるわけです。印鑑証明書は何つ必要ですかって。 2通ですかいついいですねみたいなことになって、えー、いやこれは絶対落ちたなという,ふうに思ったんですがそれでも受かりましたから、まあ、基本的には受かるんですということで、まあ、受かる試験だという,ふうに思っていただければいいですねでちゃんとスーツ着て行って何か聞かれたら答えるということで大丈夫ですから皆さんとにかく筆記試験ここを目指して勉強してもらうことになりますでその後ですね11月上旬なんかに合格発表があって でそれから11月の半ばぐらいにレックでも合格祝賀会が大々的に行われますからあぜひこれ参加していただいて一緒にお祝いをしていきたいというふうに思いますよろしいでしょうかまあ、その後こう研修などが始まっていくぞといったスケジュールになっていますでは10ページのところに行ってください。 ではちょっと話が、まあまガイダンスレベルではなくて少し深掘りをしていきますが、あ10ページのところで、ではこのような試験どのような点数を取れば受かるのか、どのような点数を取れば受かるのかということになりますが、10ページの一番下、10ページの一番下合格ラインは8割程度、合格ラインは8割程度と書いてあります。だから皆さんはこの試験で8割取る、8割取るこれが目標です。8割取る。 満点はいりません。八割取る。でガイダンスなんかで言ってる通り、あの八割取るために必要な情報に絞り込んで、それを繰り返してもらいます。えとにかく満点取ろうと思って範囲を広げたら何もかも手に負えなくなりますから、八割目指せばいいんです。八割で受かるわけですから。まあ八割じゃあぶなければもうちょっとですけど、八割五分ぐらいですかね、を目指してもらって、え一応ですね講義を全部聞いていただければ、あ九割取れるようにはお話をしていくし、え実際には講義を聞いて、あの本当に上位で受かる方。 多いで,すね、ですからそこの点は講義をちゃんとやっていただく今年もあれですよ2位の方とか9位の方私のクラスの合格者ですからもうちゃんと絞り込んでますよって言ったとそれが完璧であればもう本当に上位で受かりますからねそんな形で是非8割を目指していただきたいんですがでこの「8割」と書いてありますが先生8割って何ですかとこれ例えば行政書士の試験なんかだと6割ぴったりで受かるんです。例えば関係は確か 8割でしたかね、えー、運転免許証だと9割ですか90点。ということで明確に採点基準が初めから合格点決まってる試験ってあるんです。検検定系の試験はそそううでですよね A なんかでもそうだと思いますところが使用書士は点数固定してないんですで世の中には点数固定してる試験としてない試験があって行政書士の試験とか運転免許証の試験とか英検関検の話は結構点数固定ですね。 で司法書士とかあとは宅検なんかの試験は点数が固定されておりませんえっ固定されてないって危ないじゃないかというふうに思うかもしれない確かに点数は変動します220点の年もありました208点の年もありました199点の年もありました変動しますじゃあ変動するということはいい加減な試験かというとそうではないんですよあの11ページ見てください点数を 変動させておりますが、じゃあ、何が固定かというと、基本的には合格率が固定なんです。合格率が固定。ほとんど変わってないじゃないですか。しかも、まあ、ちょっとずつ増えてますよね。これ後でまたお話をします。ちょっとずつ増えてます。ただ、まあ、それを置いとくとして、こちらを固定させてるんです。 つまり合格率が固定するということはこれですよ出願者と受験者が分かったら合格者がわかりますよねだから合格発表前にもう合格者の人数だいたい予想できますもうだいたい予備校で予想すると10人単位でしか動きませんってことは皆さん合格点というのは上から例えば600人取るって決まったら600人目の点数が合格点なんですもう先に人数決めちゃうってこと だから点数は変動するんです。ってことは問題が難しければ合格点下がるし問題が簡単であれば合格点上がるということですよ。でこれは平等な試験です。だって人数は問題が難しくても簡単でも一緒だからだからあの年は問題が超簡単な年でしたじゃあ受かるの簡単かというと難しいですよやっぱり。問題が難しい年いや今年外れた問題超難しかった大丈夫です点数下がりますから。 って話なんですよだから毎年毎年受かりやすさに変動はありません受かりやすさに変動はありませんという試験だというふうに思ってくださいよろしいでしょうかで逆に点数が固定していた方が危ないですその最たるものは行政書士の試験です行政書士の試験って6割って固定してますが問題の難易度って毎年全然違うんですよで10年ぐらい前 合格率翌年合格率18%同じ試験ですよそういうまあ、危険があるわけですで、まあ、行政書士の試験も最近反省してると思いきやまた難しい問題出して合格率下がっちゃってであの本当にこう2年前かな あの救済措置ってことでいや今年は6割取れてなくても受かるからみたいなことを言っていたのであじゃあもう変動性にするのかなと思ったら相変わらず固定制で合格率が結構変動しちゃうのでやっぱり受かりにくい年として受かりやすい年があって受験生にとっては本当にこれは大変なことで、えー、まあ行政書士の試験なんかもですねやっぱりこうちゃんとやってほしいなというふうには思うわけですがそういう点では司法書士の試験っていうのはあの安定していて毎年受かりやすさというのは一定なんだというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。 ただこの点数が変動すると、まあ、これも余談ですが最初ですから余談ですがあの講師の側は結構大変で試験当日に点数を当てるっていう作業が待ってるんですねあの、まあ、無理にやらなくていいと思うんですがあの観光になっていてですねやっぱり受験生もあの身の振り方というかじゃあ来年もう一度目指すことになるのかあ合格確実なのかということを知りたいですから今年は何点ぐらいで受かりますって発表するんですね。発表って言っ,たってた 法務省が発表するわけではなくて、予備校がでレックの点数って結構当たるんですが、これが大変な作業でやっぱりずれちゃったら受験生大変なわけですよ。で、もうすごいずれちゃったら、やっぱり予備校も叩かれますからね。ですから、この当てに行くっていうの作業が待っていて、あの宅建の講師とか。司法書士の講師は毎年こう。 協議をしてですね、えー、もうちょっとしたじゃないかみたいな話を試験後にやるわけでそれがなかなかこちらとすれば大変な作業ではあるし、えー、結構緊張するし、えー、いう話ではあるんですけどねただこれあの当てるってあって勘で当てるとやっぱりずれますでレックでは1週間後にデータで当てに行きますそうすると結構当たりますだってこれデータを元にしてあの難易度決めてますからですから あの受験生に協力してもらって全部どこにマークしたかをレックの受験生みんな協力してもらってマークシートを出してもらいます。でデータがやっぱりたくさん集まれば集まるほど正確に予想できますから、まあ、その辺りはちょっと皆さんにも試験受けたと協力をしていただきたいという,ふうには思っているんですけどね、えー、ということでまあ8割ぐらい取れれば受かるそれはもう点数、えー、あの人数の方から出すんだよと、えー、合格率を一定化させるために出しているんだよという,ふうに押さえておいてください。でえー、もう1つ じゃあ8割取れれば受かるのか例えば210点がボーダーラインの年と考えましょう210点8ページ戻ってください8ページ210点がボーダーラインでしたと考えましょう大体210点ぐらいが多いですね210点としましょうそうするとどうやって210点取ればいいか先生卓一満点取れば規律0点でもいいですか そういういいいわけにはいかないんですあの10ページいってください十ページ。基準点という制度を覚えてください。基準点という制度を勉強する前にきちんと理解をしてください。午前の部の択一午後の部の択一期日全部基準点をクリアした上で合計点勝負なんですね。 だから合計点が210点いってたとしてもどっかででで基準点をクリアしてなけけれればそれだけで不合格です例えば午前は26問取ってなければいけないですよ、えー、午後の分の択一は24問取ってなければいけないですよで期日では35点取ってなければいけないですよっていう部分部分のハードルがあってそれを全てクリアした上で合格点勝負なんですね。それをを理解をしてくだださいだから うん、択一で二百十点取っていても、それを期日で、えー、ちゃんと期日の基準点三十五点とかであれば、それをクリアしてなければ合格できないんです。それだけで落ちます。だから、この基準点っていうのをしっかり、えー、すべてクリアした上で合格点勝負ということになります。で、毎年すべての基準点クリア、 してて受からないという方とかあるいはそもそも合格点届いてない方とかもうあの合格点はクリアしてるんだけど一箇所基準点落ちてしまったという方、まあ、期日ですねの基準点クリアしてないという方もいますからあなかなかこの全て揃えなければいけないんですね全ての基準点をクリアした上で合格点をクリアするということです。でまずこれが何のために存在するのかということなんですが基本的には期日の採点枚数を減らすため。 記述の採点枚数を減らすためです。だからもう卓一の基準点っていうのはマークシートで簡単に採点できます。でそれをクリアした上で、えー、卓一のですね午後の午前の分の卓一午後の分の卓一、えー、クリアした人しか実は記述の採点しません。だから卓一の基準点をクリアしてない方は記述の採点してもらえませんのであの米印で、えー、点数書いてきます。 あの合計点出ないんです。だからまずは卓一の基準点をクリアすることですね。ではあ期日の採点って何枚ぐらいしてもらえるかというと、もう二千枚いかないぐらいです。だから多くの方は卓一で落ちてしまいます。だからまずは卓一しっかりやること。卓一で点数をしっかり取って期日の採点をしてもらえるそれで結構な勝負になりますから。で例えば二万人いるとしましょう。二万人いたら一万八千には卓一落ちです。 でそれをクリアするだけででも2000人入れるんですだからまずは択一勝負ですこの試験。で残りの2,000人のうちやっぱり700人とかに入らなければいけないですからそれはそれ大変なんですけどまずは卓一クリアすすることですだからあのこの試験っていうのは記述が大事で、えー、予備校で記述の解放を学ばなきゃなんていうことがやっぱりよく言われますけどまずは択一しっかりやることです択一しっかりやること。配点だだって卓一の方が多いわけだから だからまずはきちんと卓一をしっかりやってくださいね。よろしいでしょうか。でもうちょっと試験のことについて最初分かってもらうということになると、あの卓一の基準点だけは8月の頭に発表します。卓一の基準点だけは8月の頭に発表します。だから実は。 9月の終わりに合格発表がありますがほとんどの方は8月の頭の頭ところで不合格が分かります。だって卓越の基準点発表して、そこでで落ちるんですよ。だからあの9月の終わりの合格発表ってほとんどの人にとってはもう形式的な話になっちゃってる多くの人は8月の頭の基準点発表で終わっちゃってるんですねでその2,000人に入ってくださいまずは。 でそここでででで期日もちゃんとととクリアしししてくださいいいいううすすよよろしいでしょうか、まあ、逆にありがたいですよあの例えば来年絶対受かろうなんていうふうに受験生が剣道長来を誓ったとしてもやっぱり不合格確信しないとやる気出ないですからね8月の頭のところで不合格が確信できるということはやっぱり、えー、その次を目指そうという方にとってはあ再スタートを切るきっかけにはなりますということですね。まあ ただあの皆さんはもう1年で受かってほしいのでその基準点をしっかりクリアした上えで、ー、期日の採点をです、ね、待っていくと言って、えー、いうことになっていただければといいううふうに思いますねだこの試験ってうかあの試験終わった後も結構大変であの、まあ、卓一受かったとしてもです、ね、卓一の基準点をクリアしたとしてもまだモヤモヤした状態が9月終わりまでになりますからその精神状態もちょっとなかなか大変な試験ではありよとということではあります。 でもう一つ基準点系で分かってほしいのは基準点っていうのは目標ではないってこと基準点っていうのは目標ではないあの基準点を全部足しても合格点に全然届きません20点近く届きませんだから例えば午前の部の基準点で267問ですよで午後の部の択一の基準点は245問ですよじゃあその基準点目標かっていうと目標じゃないんですそれを だいぶ上でクリアしてください。基準点をすべて足したものは合格点に二十点近く届かないってことは認識してくださいね。だから基準点は目標ではなくて楽々突破しなければいけないハードルだというふうに理解をして、えー、午前午後とも三十問ぐらいを狙ってください。午前午後とも卓逸は三十問正解ぐらいを狙ってください。それが皆さんの目標です。で講義もそれを目標に話をしていきます。 という仕組みを理解をしていただいてほしいなと、えー、言ったところですね。では、えー、これで試験の仕組みと実務の話や終わりにして、いよいよ、えー、法律の中身に入っていきます。で法律の中身に入っていきますが、まず民法ということの前に、えー、皆さんが勉強していくのはまず法律ですから、法律とは何か、法律とは何かといったお話の方をしていきます。えー、講義ノートの方を出してみてください。 えー、講義ノーートの1ページのペジところからお話をししていきまょう法律学習の基礎というところでまず法律とは何か法律とは何かという勉強をしていきましょう。 あの皆さん例えば中学校とかで国語の勉強をします英語の勉強をしますっていうと、まあ、勉強対象のことは分かってると思うんですよ英語っていうのはアメリカとかで話されてる言葉だなとそれを勉強するんだなと、えー、国語ってあの日本語でしょ小学校からやってたよとかあの数学ってあの算数の続きでしょとか分かると思うんですよでも法律を勉強するっていうのは初めてだとすれば法律って何なのっていうところをちょっと先に おお話をしておきたいんですね自分が勉強しているものが何なのかということをちゃんと分かっていなければきちんとした勉強できないはずです。 いきなり民法の勉強をして民法の細かな条文を覚えたところで一体それが何なのかと大きな意味で何なのかというのを分かっていなければ話になりませんからまずは法律とは何かと言ったところからお話をしていきたいというふうに思うんですだから直接試験に出るわけではないですがこれからの勉強の基礎作りといった形で聞いていただければいいかなといったところですねでは講義ノート一ページ一番法律とは何かですが一法律と法則ですね例題の一 法則と法律の違いを答えよっていうふうに書いてあります。あのいきなり法律とは何かっていうふうに、えー、まあ勉強したところでなかなか理解しにくいですから似たものと比べる似たものと比べる、えー、これも、えー、何かを理解するときの有力な思考回路ですね。ですから世の中には法律の他に法則というのがありますがじゃあ法律と法則は何が違うんだろうかといったことになります。 でこれから講義の中で考えてみましょうついった時には一生懸命考えてみてくださいで後で答え聞けばいいやっていうことではなかなか印象に残りませんから自分で脳に汗をかいて考えてみた。 あ,あいうことがやっぱり覚えるきっかけになりますので、えー、考えてみましょうって時には考えていただければというふうに思いますで、法則と法律の違い考えてほしいんですけどうんうんってなかなか考えていたって結論出ませんから抽象的な問題は具体的に考えてみるこの抽象と具体を行ったり来たりできるようになると勉強とはかどります例えばあ抽象的なルールであれば具体化して考えてみるで、具体的なものをそのまま覚えるのではなくて抽象化して覚えるわけですね覚えるときには抽象化します で一つ一つの具体的な事案というのはそのまま試験に出ませんから抽象的なルールとしてやっぱり覚えていく必要がありますがただ抽象的なものは理解しにくいから理解する時には具体化するとこれ講義の中でしっかりやりますからね具体と抽象の往復運動と言っておりますがそれができるようになるとやっぱりり勉強は,はかどりますですから法律と法則というものをちょっと具体化して考えてみることにしましょう。例えば法則法則則 万有引力の法則なんてありますね。万有引力の法則。でこれはですね、あのすての物、えー、は引き合うんだということでニュートンがですね、えー、リンゴの実が地球に落ちたのを見て発見したわけですよ。でニュートンが天才なのはさっき 抽象と具体と言いましたけれども「リンゴ」と「地球」という中具体的なものを見て「物」と「物」は引き合うんだというふうに抽象化したルールを作り出したから天才と呼ばれてるんですがですからそのようにですねまあ抽象、まあ、と具体ってすごく大事なんですが、まあ、とにかく、えー、全ての物は引き合うんだとこれが法則ですね。であるいはそんななことじゃなくても、えー、例えば月… 月がこうだったら翌日はこうなるとか、まこんな形でいろんな法則があります。あのそうですね、夏が暑かったらこういう果物が豊作になるとか、いろんな法則がありますよ。で、そういうのがですね、こう法則と呼ばれております。ま万有引力この法則すべてのものは引き合うんだと。それに対して法律っていうのは具体的に何でしょうか。例えば刑法なんかの場合には、窃盗罪、物を盗んだら ああ刑罰化すよ、えー、それから人を殺しちゃいけないよとか殺人罪ですね、えー、あとは民法なんかだと金銭消費貸借契約っていうのがあって、えー、借りたお金は返すとこれが法律ですそういうものを比べてみるとその下見てくださいいこんな違いがわかります法則というのは何々であるの世界法律というのは何々すべきの世界なんですね で法則っていうのはその下見てください、えー、自然界などに初めから存在する常に成立する関係であり発見する対象だって書いてありますだから自然界に初めからあるルールなんです存在するんです万有引力の法則ってニュートンが作ったわけじゃないですねリンゴはニュートンが生まれる前から地球に落ちてるんですよ 自然界に初めから存在する現象そのものが法則なんです夏暑かったらななな何かが豊作になるというのは初めから自然界にあるルールなんですよ初めから自然界にある関係なんですよでニュートンはそれを発見したんですだから初めから自然界に存在するもので人間はそれを発見するんですね だから誰が作ったかといえばもう神様としか言いようがないですが自然界から初めからある自然現象で作られたのか神様が作ったのか知りませんがそれを人間がが発見しているそれが法則なんです経済界の法則だとそうですよね、えー、こっちが景気がいいと次こっちが景気よくなるというのを経済学者が発見するわけですよ。 えそういうのが法則なんですそれに対して法律というのは自然界にそういうルールはないんです何々すべきだと人間が作ったルールなんですだからすべて命令形に直すことができます人は殺すな人のものを盗むな借りたお金は返せこういうふうに何々すべきだという世界が法律なんですだから皆さんがこれから勉強する法律は何々すべきの世界 この日本にいる限りこういうことは守りなさいこうすべきだよこうすべきだよっていうのは法律なんです人間が作ったルールなんですだから法則というのは人間が発見しますが法律は人間が作るんです日本でいうと国会ですよ国会が作ったルールそのものを学ぶんですねだから社会学なんです日本の社会を学んでるんですこういうルールがありますと、えー、こういうルールを作りましたと日本にはどんなルールがありますかと そういうのを学んでいくものが法律なんだというふうに抑えてくださいその次見てくださいこれに対して法律はより良い社会を実現するために制定していくもんなんだと制定していくんです作るもんなんです人間が作った人為的なものを学んでいるんだ人間が作った人為的なものを学んでいるんだというふうに抑えてください でなんで法律が存在するかっていうと今言ったところより良い社会を実現するためにってて書いてありますより良い社会を実現するためにより良い社会を実現するために作られたものが法律です。例えば人を殺す世の中じゃ安心できないですよねだから殺人罪っていうのを作ることで殺すんじゃないよ殺したら死刑だからなって言ったら人殺さない世の中になりますよ。 借りたお金は返しなさいって法律を作ればそれはちゃんとお金貸したら返ってくる世の中になりますよ。ということでこういう世の中がいいなというそういうのを実現するための守るべきルールこれが法律なんだよと、えー、いい世の中を作るためにですね、えー、定めたルールこれが、えー、法律なんだ。でこのより良い社会ってどんな社会かというとその次見てくださいより良い社会がどのような社会であるかについて一定の価値観が存在する。 そうですねより良い社会を実現するためにと言いますがそのより良い社会って何だよって話です。これは一定の価値観が存在すると書いてありますけども時代や国によってその価値観は違いますだからそのより良い社会を実現するためのルールと言いますがそのより良い社会という考え方は時代や国によって変わっていくもんなんですよ。だから皆さんが勉強していくのは今この時代まさに今皆さんが生きている時代の価値観に基づいて作られたルールです。 だから例えば政権交代がが起これば、よよりり良いい社会っていう考え方が変わりますよね。ですから例えば政権交代があればその政権交代した政党のより良い社会のために法律をどんどん変えていくわけです。あるいはイスラム圏だとかヨーロッパ圏なんかでは日本と考え方違いますよ。 えー、儒教に基づく国なのかキリスト教に基づく国なのかそれによってより良い社会の目指すものが違いますよね自由な社会なのかそれとも、えー、ちょっと厳しい社会がいいのかそれによってやっぱり作るる法律違ってくるんですだから皆さんが法律を勉強する時には一体それ何目指した法律なのこれでどういう社会目指してんのっていうのを考えると 法律が結構理解できたりしますから、えこれから皆さんに一つ一つの条文を丸暗記してもらうわけではなくて、えこの法律によってこうなるんですよと、これ目指してるんですよっていうのをちょっと考えながら一緒に勉強していきます。法律はだから普遍的なものではありません。どんどん変わっていきます。例えば民法改正、え皆さんが目指す試験に関しては新しい民法を勉強していきます。 今国会で新しい法律が作られましたそれがどういうもとで作られたのかということを意識しながら勉強していく必要があるわけですねで、まあ、もう古い話ですが会社法という法律があります平成18年に施行されました、えー、作られたのは平成17年の国会通って平成18年5月から使われている会社法これ古い話ですけど 小泉総理っていう人を知ってますか覚えてますかあの小泉総理っていう人がの時代に作られた法律なんですよで小泉総理って何したかっていうとこ政民営化とかしてますけど規制緩和を進めたんですねこの会社法もその規制緩和の一環で作られたもんですからもう基礎的な思自由自由ですよだから新しい会社法って結構自由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  たかが緩んでるというふうなことが言えますが、もうあれもやっていい、これもやっていいと。そういう法律なんですね。昔の商法時代というのは、必ず管制役を置かなければいけませんでしたが、もう管制役はあいいんじゃない、置かなくて。もう基幹設計も自由なんですよ。だから、皆さん逆に言うと、覚えること多くて。あの基幹設計が昔一通りでよかったのが、もう三十通りぐらいありますから。それ全部覚えなきゃいけないと、こういう話になって。あの規制緩和で緩んだ分、選択肢が増えたから、それを覚えなきゃいけないと。 こういう話にはなってくるんであの会社法って何で大変かというと小泉総理の流れで自由化した自由化したってことは選択肢が増える選択肢が増えたってことは覚えることが増えるわけでだからなかなか大変なんですねで逆に言うとそういうふうに、えー、自由規制緩和という流れであの法律ができたんだというとあだからこうなんだだからこうなんだって理解できるんです。 オリンパス事件だとか、まあ、いろんな会社の不祥事がどんどん増えてきたんですそれもネジ緩めたら増えますよそこで平成26年社外監査役を取り入れた方がいいんじゃないか社外取締役の目を光らせた方がいいんじゃないかってことでブレーキを積む改正がされましただから平成26年改正を理解するためにはこれはもうそういうですねたかが緩んだ会社法のブレーキを強めるネジを強める。 そういう改正がなされようとしてたなされたんですね。だから社会取締役を置こうとか社会監査役を置こうとかそういう規制が積まれたんです。そういう方向性で理解してください。で、会社法の改正は今回の国会にも、えー、出ました。で、あのまた改正しようとしてます。で。 もっともっと社外取締役の地位を強めようとやっぱり社外取締役なんて上場会社にはいたほうがいいんじゃないかともっともっと社外取締役を置いて強化しようぜとやっぱり社外取締役いないと不祥事を起こすでしょうっていう改正がされようとしていたんですが見見送られました見送らられれままししたただからちょっと今後の動向待ちですがあ皆さんの試験には間に合わないかもしれませんね改正なされてもで。見送られた理由です あの日産自動車って会社で不祥事が起こったんです社会取締役いたんですいてもだめじゃんってなったんですねいてもだめだったら何のこの改正ってなってちょっと見送られたんですよ。 だからあのゴーンさんの関係で実は改正が一つ飛んだんですがあの結局言ってもダメじゃんって話になっちゃったんですね、えー、いうことであの社外取締役がいるような会社で不祥事が起こって結局社外取締役の実効性が疑われたと言った話で改正が見送られたとこういう話なんですよだからそういうのは全部も社会の話ですからつながってくるんですねそういうのをちゃんと根っこから理解して勉強していこうということではありますがとにかくこのようにですね一定の価値観がありますからその価値観に基づいて法律が作られておりますのでその価値 時間ごと理解してもらうという話を講義の中でもしていきますからねでは、えー、次の2行チェックしてください、えー、このようにより良い社会を実現するために作られた規範のことを社会規範と呼ぶと、えー、法律は社会規範であると言えるんだということですね自然現象ではなくてより良い社会を作るためのルールより良い社会を作るために守ってほしいルール、えー、これが法律だよこれが法律だよというふうにまずは押さえておいてください よろしいでしょうか。では、えー、時間ですので10分休憩をしていきます。で3時間の講義ではありますが、真ん中に10分休憩挟みますので、あのぜひ、えー、ゆっくり休んでください。トイレ行くだとか、あ気分転換するだとか、顔を洗うだとか、あちょっと気分転換をしていただいてください。で、えー、まあ10分休憩ですからだいたいこうまあ2時から始まれば3時25分ということになると思いますが、あの話の流れによって、えー、その。 休み時間が遅れたり。 早まったりすることは多少5分ぐらいの前後はあると思いますからその辺りはご了承いただければと思いますがあのその分、ですね例えば3時半ぐらいになっちゃえばそこから10分取りますからあそこはですね休憩は必ずこう10分あるんだという,ふうに思っていただいて10分経ったらちょっと戻っていただいて講義を再開することにしましょうで後半の講義のところではですねちょっと冒頭でこれから用意していただくものとかも少しお話をしていきますからちょっとその話を挟んで後半の講義していきたいと思います。休休憩憩ししましょう休憩で はいえー、それでは後半の講義ですね始めていきたいと思いますで、えー、後半のところですがまずこれからの勉強にあたって、えー、皆さんに、えーまあ、ちょっと持ってきてもらいたいものとか用意してもらいたいものについてお話をしていきますが、まあ、基本的にはレックでブレイクスルーテキストそれから講義ノートの方をお配りしますので、えー、例えば民法なり不動産東京行った時にその該当のです、ね、ブレイクスルーテキスト講義ノートこちらの方を用意していただければというふうに思います。 でそれから講義のところではあの皆さんにメモを取ってもらったりだとか、チェックしてもらったりしますので、えー、まあ基本的には書き込めるペンですね。赤ペンとか黒ペンとか、えー、持ってきていただきたいというのとあとは蛍光ペン何本かですね。3色ぐらいあるといいと思います普段重要だチェックしてくださいと言いますからチェックしてもらうようなペン。 それからあと何色かですね例えば項目分けの色とかよく言いますのでちょっと項目分けのためにチェックしてみてくださいみたいな話をしますから普段チェックしたいですね例えばもうオレンジでもピンクでも何でもいいですよ。ただ水色は良くないですねあの 本文消えちゃいますかもともと水色で印刷されてますからということでチェックできるペンそれからあの項目分けをしてもらいたいペンとあと他もう1色ぐらいですね例えばちょっと色分けして理解した方がいいところとかありますからそんな形でま何色か用意をしていただければいいかなと言ったところですで講義の中ではそれでチェックしてくださいみたいな話をしていきますからぜひ蛍光ペンとそれからですね書き込めるペンこちらをお講義の方に持ってきてください でそれから法ですね,、あのー、ですねこれがレックではお配りしておりませんが法律を勉強するときにこの6法というものが必要になりますので6法、えー、こちらを用意していただければというふうには思うんですが。 こちらの6法については毎年こう秋に新しいものが出されますからちょうど今、書店で売っているものであれば最新のものということになりますから新しいものを用意してください。で6法に関してはです、ねまあ、いろんな6法がありますがあのなかなかこう、使用書士の試験を目指すにあたってはあのポケット版の6法みたいなものでは対応できたりしないんであので、まあ、書店のものを購入していただければいいかと思いますが不動産登記法規則だとか 教託法規則とかポケット版の六法には載ってないんですよ。 ですからポケット版であれば2000円ぐらいでですね大学生なんかが買うようなものであれば購入できるんですけれどもそういうものではご民法あたりを勉強するときにはいいんですがじゃあ不動産投機例不動産投機規則とかにな,ってなると載ってないんですね。だから基本的には勉強に対応できるものを購入していただければいいんですがあの、まあ、例えばですねあの実は私6本出してるのでそれで全然構わないし私もそれを持ってきてやりますので、まあ、皆さんと一緒にこうできう きますからあの基本的には私が出している司法書士合格6法、司法書士合格6法ですね、これを購入していただければあの全然こと足りますよということにはなると思います。まあ、もちろん私が監修しておりますから、一番おすすめではありますが、あのまあ、基本的には判例とか洗礼が載ってないんですね。 でそれは私は私っっててない方がいいだろうというふうがだろとに思ってるんですねあの例えばあの憲法なんか引くとじゃあ憲法13条の次に14条を引いてくださいっていうと13条と14条の間に判例がたくさん載っててなかなか引けないので条文を引くっていうことに関しては判例とか洗礼が載ってない方が全然早いです。 で基本的にはあの知識というのはテキストで覚えてもらって、えー、条文というのは引くためにありますから基本的には余計なものは載ってないほうがいいと思うんですね。だから余計なものを載せてない6本になりますので、えーまあ、そういう形で、えーまあ、用意していただければいいですけれどもどうしてもせっかく買うなら載ってたほうがいいという方は模範小6法ですね、えー、そちらを、えー、購入していただければいいかなということです。模範小6本ですねでこちらは あの判例とか洗礼が載っておりますのであのまあそこで整理したいという方もいないと思いますがもし載っているのがいいという方であればそれを用意していただければ基本的にはあのまあ載ってないのもありますえ司法書士合格法は本当に司法書士用に作ったので必要なものを載ってるし必要なものを載ってないのでその分ですね必要なものだけは全部載せてますそれに対して司法書士論法ってそれしかないですから他のものは 一応余計なもの余計でもないんですけど刑事訴訟法とかあの行政法とか一般的には必要なものは全部載った上でえで、ー、使用書士に一番適用しているのは何かなといったら模範小六法ですよということですから、えー、時々、ちょっと載ってないものもありますが、まあ、基本的には大丈夫かと思いますからあのそんな形で選んでいただければいいかなといったところではありますので、えー、ぜひその辺り、えー、用意していただければいいかなという,ふうに思います。 でそれからあの復習用にです、ね、私のクラスで後ろに置いてありますが携帯使用書士というのをまあほとんどの方が復習で使ってもらっています。 あの講義で覚えてくださいといったものが全部載っておりますのであの非常に効率的に勉強できてあのやっぱりこう短期で受かった方っていうのは結構みんな私のクラスじゃなくても使ってくれてますがこのクラスであれば一番講義に準拠してますからあ一番いいかなというふうに思いますのでぜひ復習で使っていただいてもう何回も何回も見てもらうことによって確実に合格してもらうことができますからあぜひこちらはですね復習で講義では使いませんけれどもえ復習で該当歌詞を覚える時の暗記帳としてえぜひ役立て ていただければいいんですが、あの黒いのと赤いのが後ろ置いてありますが、赤い方ですね。赤い方これが最新版です、えー。明日発売、明後日かな発売されますので、あた皆さんの小義にちょっと間に合わせて間に合ったんですが、2日間に合ってないですけど、あのまあ新しいのを使っていただきたいんですね。っていうのは法律が全然変わりますから、えー、この債権法改正に対応したものを使ってください。 で、逆に言うと、あの2019年の写真、赤いものに手を出しちゃいけないんですが、あの赤い方ですね。こちらを使っていただければいいかなと言ったところです。で、あのそのですね。携帯商標書だとか、私の出した本に関しては実は再来週ですかね。イベントがあって、えー、こちらの方であの渋谷駅前本舗の方で発売をします。で、書店より安く。 多少ですがあー、まあ、購入できるのとあとは本の使い方とか勉強法などについてお話をするイベントがありますからあのぜひあの参加をしていただければあ,のありがたいなというところでいろんなお話をしていきますので、えー、ぜひこちらでこちらであの買っていただければあの商店で買うよりはまあ安く購入できますからあのぜひ、えー、来ていただいてあのまあ これからの勉強法についてちょっとお話をしていきたいと思いますから聞いていただければいいかなといったところですねぜひご参加いただければというふうに思いますあとこの翌週ですね3月30日かなあの合格者イベントがあって私のクラスの出身の合格者の方ですねあの1回で受かった方とか あとは9位で受かった方とかあ3人ほどです、ね、来ていただきますのであのいろんな話をしていただきますので参考にしていただければいいかなというふうに思うのとあとはあの合格者の方と直にいろいろ質問してみてくださいコロンクラスでどう受かったのかということを教えてくれると思いますからぜひその3月30日ちょっと今チラシがなかったので持ってきませんでしたけれども、えー、合格者イベントがありますからあぜひお越しになっていただいていろいろ聞いていただければ、あのー、これからのです、ね、羅針場になるかなといったところで で先ほどお話しした通り本格的な講義の方は4月以降ですねもう週3コマペースでやっていきます3月のところは慌てずにやっていきますがこのようなです、ね、皆さんの羅針盤を作るようなイベントがありますからそちらの方でちょっといろいろやっていただければいいかなといったところです。ああままりり慌ててる必要はありませんで一応ですねあのどうしてもこう もっといろいろ講義以上のことをやりたいよって方は講義ノートの後ろの方ですねえっと67ページ以降におすすめ書籍とかを載せておきましたからぜひこんなのをですね読んでいただければ あのまあ、今の段階で,です、ねえー、読んでいただければです、ねえー、勉強になるかなといったものを載せてあります、あの67ページ勉強の方の、勉強法の本だとか、あとは67ページの下、実務の世界をちょっと覗く本だとか、あるいは68ページのほうで,です、ね、えーまあ、初めて漫画、司法書士、不動産統計と不動産特許の基礎が漫画で分かる本とか、あとはその下に、えー、プレップ、法学を学ぶ前にってことで 今日お話をしているのは法律の基礎みたいなお話が分かりやすい本になっていたりとかいうのをおすすめしておりますからちょっとぜひですね見ていただければいいかなと思いますがただあまり慌てる必要はありませんのでこのようなイベントで羅針盤をつかんでいただいたりだとかですねということでとりあえず3月のところは勉強 について、え、とりあえず始めてみたぞということでいいかなと思います。え、もう四月以降、本当に本格化しますから。あ、その前のところで、え、あんまり慌てる必要はありませんので、え、ぜひ、まあ、そんな形でですね。講義の方、とりあえず聞いて、イベント、なんか参加していただければいいだろうと言ったところではあります。よろしいでしょうかね。ただ、今、の、じゃ、何をやろうか、積極的な話をすると、勉強の体制は今のうちに作ってください。だから、例えば、勉強部屋を作るとか。あとは。 これから会社の帰りに電車の中で勉強しなければいけないとなったらどの電車に乗ればいいとかそういうのを研究するどこでどうやれば勉強できるか例えばあの会社が忙しい人がですね1年で去年から受かりましたよでその時にあのアドバイスしました先生あの家に帰ると勉強できないんですいや家に帰る前にやりましょうっつって、えー、喫茶店に必ず寄ってもらってそこでこう勉強2時間やってから帰るってことにしましたねどうしても家帰ったら、 着替えたくななるじゃないですかで、えー、着替えたら勉強やるる気なくなくんですよ家帰って勉強するって方はあの、まあ、スーツのまま勉強するという方もいますが、まあ、なるべくこう家に帰る前に勉強できるといいよね家休む場所っていうふうに認識できたりしますからあそれはもうい,い,いつも家に行く方は家でやるんですよですからそれはもう人それぞれ体制は違いますがあの勉強できる体制というものを今のうちに作っておくというのが3月の目標かなといったところですね。例えばあ勉強机を 片付けるででもいいですよであるいは1、えー、人暮らしでどうしてもテレビ見ちゃう方はテレビをしまうとか、えー、これ本当に、あのー、テレビを捨てちゃったって方も結構いますからね。 テレビって一番のの時間の無駄ですからねですからあの、まあ、家族いる方はそうもいかないのであの勉強部屋からはテレビどかすとかなるべくテレビ見ない1週間作るとかああいった形でなるべく勉強時間が取れるためにはどうすればいいかといったところを今のうちに準備してもらって4月以降とにかく講義について来られるような体制を今のうちに作っておいていただければいいかなということですね。ままあ、またた何かかか相談があれればばいいいいいいろろろろりすすらと話しけけてだ思 あとは今後も講義が続いていきますが講義が始まって分からないことがあれば質問してください恥ずかしいとか思うしありませんみんなゼロからですからでこちらもですねいつも皆さんの質問を聞いていると大体質問一緒ですからあのいろいろお答えできると思いますのでぜひ、まあ、いろいろ分からないことがあれば聞いてください中身のことでもいいし勉強法のことでもいいです。であの中身のことととであればちちょっとつまずいちゃうと あの例えばででですすすねね個1個毎回違う勉強じゃなないんんよよ積み重ねなんですよだから一回分かんなくなって次分かんなくなっちゃったら困りますからなるべく早く解消した方がいいですのであのどんどん使ってみてくださいこちらはあの皆さんお金払って予備校来てるわけですからその分 元元取る元取るるる合格す,ることで,すよですから合格するためにどんどん使っていただければいいと思いますので講義を聞いてきちんと自分で復習して質問するといった形で予備校の方は使っていただければいいかなというふうに思いますねこちらも皆さんが受かるように全力で講義をしていきますのでそれを全部聞いていただいて復習していただいて記憶していただいて質問していただくといった形でぜひ使い尽くしていただければというふうに思います あ私だけではありませんあの。レック自体でも皆さん応援しておりますから自習室なんかもありますからあの家帰って勉強できないのであれば自習室こもってくださいよ、えー、そんな形で、えー、ぜひです、ね、レックの方を、えー、使い尽くしていただいて、えー、なるべく早く2020年で合格をしていただければと思います。えー、それではは、えー。後半の講義です、ね、始めていきましょう。ああの6歩は 講義に毎回持ってきてきくださいねあのあの憲法からでいいですあの、この全体構造のところではあの別に使いませんので、えーまあ、法律の外枠今、勉強してますからあちょっと憲法までには用意していただいて持ってきてください。で、あのー、ああれです、ね、今模範小六法と私の作った六法をおすすめしましたけど一番、あのー、全部載ってるのは陶器六法ってやつです詳細陶器六法。で、おすすめしなかったのはこんな分厚くてあの私は使ってます、家で。 えー、ですが、皆さん毎回講義持ってこいって言うと最初はやる気出して買った人が持ってこなくなるんですよ、重すぎてだからおすすめはしないんですね、ねそこまで必要ないですからあの本当にプロになるのであればそれで受験生の段階では本当に使用書士合格六法か模範賞六法で構いませんのであの逆に持ってこられますから、そのほうがあの詳細登記六っていうのでもいいですよ、えー、しかも高,高いですよ、6000円くらいしますからで高いですし持ってこなくなります、持ってこなくなるんだったら逆効果ですからね。 ですから、あの本当に、えー、そういうことであの持ってこられるものということでお勧めしましたので、えー、ということで一番プロっぽいのは本当に詳細登記六法というものになります金材というところが出ているんですが、まあ、それは用意する必要はありません、えーまあ、私は自分の六本登記六法は併用して家で使ってますけれども、まあ、それはもちろん視、えー、書士合格したら事務所に一冊置いておくのはいいですけれども。 何かの時に役立ちますからねえですけれども受験生の段階でそれを、まあ、皆さんどうせあれですもんねあのなる1冊で済ましたいですもんね、えー、詳細登記6本買ったらちっちゃい6本買って持ってくることになりますからあそこまでする必要はないですよといった話をしているわけですあ2冊購入したいんだって方は別に止めやしませんからぜひ買っていただければいいですけれども、えー、よろしいでしょうかということで、えー、後半の講義を始めていきましょう 後半のところですね法律とは何かといったお話をしておりましたが法律はまず社会規範なんだとより良い社会をつくるためのルールこれが法律なんだということになりますでまだ講義ノートの1ページ目のところになりますが続きのところを始めていきましょうではこの社会規範というのは法律だけではありません社会規範というのは法律だけではありません道徳というのも社会規範です例題の2を見てください えー、より良い社会を実現するために作られた規範としては法律のほかに道徳があるが法律と道徳の違いを答えよこれも抽象的に考えていたらわかりませんから具体化して考えましょう確かに道徳というのも社会規範ですより良い社会を作るための守るべきルールですよねお年寄りには席を譲れとか 優しくしなさいとか困っている人がいたら助けましょうとかえ外国人とも仲良くしましょうとかまあそういうより良い社会になりますよそうすればじゃあ法律の何が違うんですか法律だってより良い社会を作るためのルールですつまり社会規範である点は共通しますよねじゃあ何が違うんだとなんとなくはわかると思います守んなかった時のことを考えてください皆さんが道徳を守んなかったらどうなりますか 白い目で見られますあ席譲んないでたぬき寝入りしてる悪いやつだなってでも音が目はないですよね法律は守んなかったときに音が目があるんです国家権力によってえつまり人を殺してしまったら死刑になったり盗んでしまったら刑罰かせられたり民法だって ああれですよ音が目ありますよよりま例えば借りりたたお金を返ささなけれれば強制執行が待ってたりしまますす不動産の差し押えとかされますですから、えー、守んなかった時には国家権力が無理やり守らせようとするといった力が働くんですね、えー、ではその次見てください、えー、法律と道徳はより良い社会を実現するために作られた社会規範であることは共通するが国家権力による強制力の有無が異なるんだということになります。 えつまり、えー、道徳には国家権力による強制力がないが法律には国家権力による強制力があるんだということになります。強制力があるから守るということになるんですね。え道徳っていうのはあ教育でどうにか守ってもらいたいなっていうレベルなんですよ。それに対して法律というのはもう国家が無理やりでも守らせようとするものこれが法律です。 だから無理やり守らせるので守らなかったときには罰則があったりするんですよ無理やり守らせるルールこれが法律だということになります例えば人のものを盗めば刑法で懲役罰金という刑罰を課せられるよというふうに書いてありますよろしいでしょうか道徳と,と法律の違いは国家権力による強制力があるかどうか 教育かなんかで守ってほしいなというレベルのルールであれば道徳ですもう無理やり力で守らせるのがあ法律です例えば赤信号って守ってほしいなってレベルではなくて無理やり守らせてますよ道路交通法でだから守んなかったらパトカーが追いかけてくるわけですよねこれはもう守んなければいけないルールだから守ってほしいルールじゃないんですよちょっと人に優しくしましょうというレベルであれば道徳ですよでも こちらのです、ね、もう赤信号では止まりなさいというのは道路交通法という法律ですからもうあより良い社会、まあ、交通整理がされた社会のために作ったルールですよねですからこれは守守らなななけければいけない守らなかったらお咎めがあるよということですで最近よく話題になっているのがあの横,断歩道ですよ横断歩道で歩行者が渡ろうとしていたら止まらなければいけないのはこれ法律なんですね。 道路交通法なんですよ。九割の人が、あの止まらないらしいですけれども。あれ止まらないと時々パトカー追いかけてきますからね。えー、守らなければあ、なるべく歩行者がいたら、止まってあげましょうではなくて、止まらないとあれルール違反なんですね。えー、ということで、あの実はですね、ルール違反なんですよということになりますが、これが法律と道徳の違いです。よろしいでしょうか。道徳だったら、まあ、守らなくても、どうにかなるんですが、法律は守らなきゃいけないわけです。守らせようと国家が頑張っているわけです。 ということで3番これらのことをまとめると法律の正体がわかります以上のことから次チェックしてくださいえ法律は国家権力による強制力を持った社会規範であるということになります、えー、社会規範は社会規範ですただ道徳と違って国家権力による強制がある国家が無理やり守らせようとしている社会規範だというのがあ法律ですよというふうに押さえておいてくださいよろしいでしょうか では2ページに行ってください。では皆さん顔を上げてください。法律って何ですか国家権力による強制力を伴った社会規範って自分に言えますかあのなるべくすぐ覚えるんですよ。 めくってくださいと言ったときにあの多少間がありましたから頭の中で23回繰り返すとかもう家に帰って覚えようと思ったら忘れてますからその場で覚えようというつもりで講義を聞いてくださいねですからあ法律、国家権力の強制力ら社会規範だなと覚えるところまでなるべく講義の中でやっちゃうと。 ういうことですねそんな形でちょっと頑張って講義を聞いてくださいあの3時間だって皆さんが作り出すのはなかなか大変なはずです忙しい方でその3時間をいただいてこうやって講義をしておりますからあ皆さんは講義をなるべく最大限に聞くために覚えることはなるべくその場で覚えてしまうつもりで聞いてくださいねよろしいでしょうか では2ページいってください国家によって守るべき社会規範が法律という形で強制されることで秩序が維持されより良い社会が実現できるんだ簡単に言えば国家がその権力によって無理にでも国民に守らせることで秩序を維持していこうということ。まあ 簡単に言うと、まあ最低限度の道徳というふうにも言われます。もう絶対これは守ってくれよなっていうのが法律なんですよ。で、な、なるべく守ってほしいなっていうのは道徳なんですね。だ法律はもう絶対守ってほしい最低限度の道徳と。いうふうにも言えるんだというふうなことになります。では次です。ええ括弧四番です。法律による解決。法律による解決。 ではせっかく法律を勉強していったので1つちょっと事例を作ってです、ね、法律を使っていきましょう4番です例題の 3A は競馬で負けてむしゃくしゃしていたそこでたまたま歩いていた B を殴った B は全治3か月の怪我をし入院した法律関係を答えようこれ2つのことを実は。 考えなければいけないんでその下の刑法204条を見てください、えー、勝手に殴ってはいけませんから刑法204条が該当して、えー、人の身体を傷害したものは15年以下の懲役または50万円以下の罰金に、えー、処するということで刑事罰が課せられますね傷害罪が成立ですその上見てくださいまず刑法により A には傷害罪が成立し懲役または罰金の刑罰に処せられるということです 人を殴って怪我をさせたわけですから犯罪ですよ犯罪ですから刑法が出てきます刑法によって懲役あるいは罰金ということになりますただこれだけでは終わらないんです民法も出てきますどうしてかというと刑法というのは国家が刑罰を課すということですが刑罰だけを課して被害者 B これが救われるわけではないですね B はいろんな、うんまあ、損害を受けてますだとほら入院してますから入院代かかってますよ怪我してますからもしかしたらバイトとかを休んで収入が減るかもしれませんその損害を A に埋めてもらわないといけないんですねこれがその下民法709条です。えつまり、 刑罰を科すだけでは被害者の救済につながりませんから被害者を救済するために民法が出てきます民法709条え故意または過失によって、まあ、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じたあ損害を賠償する責任を負うということですね損害賠償しなさい損害賠償しなさいってことです。で皆さんは ニュースなんか見てると刑事事件と民事事件1つの事件なのに刑事裁判と民事裁判の2つの裁判が行われたりすることを見たことがあると思いますが刑事っていうのはこの刑法の問題で悪いことしたんだから懲役だよっていうただそれだけでは被害者救済されませんから加害者と被害者の間の損害を埋めていくって問題があってこっちが民事事件になるわけですね民事訴訟になるわけです損害賠償しなさいって話ですよ。 これがま民法で損害賠償しなさいということになります次に民法的には不法行為というのが成立して A は B に治療代などの損害を賠償しなければいけないこんな問題になっていきますよろしいでしょうかこれ、まあ、今刑事・民事というと難しい問題ですが幼稚園なんかでも一緒ですよね。 例えば A 君が B 君を殴ったとそしたら先生がああ A 君を殴っちゃダメじゃないかっていう指導をしていく、まあ、これが刑法的な話ですよね先生と殴った人の問題ですよ。もう一つは謝んなさいっつって2人の間のわだかまりをなくしますこれが民事的な話ですよ。だから必ずこう刑事的な話上と まあ国家とその人の問題とその人同士の民事の問題が両方待ってるというのはどこでもそうなんですね。でこのように、えー、刑法的な問題と民法的な問題が両方出てくるぞということになるわけですということで、まあ、とでりあえず、えー、法律をお試ししていただいたということです。こので民法709条って実はすっごく使われる条文です,、まあ試ななですね。試験的にはそんな出ないんですけどね試験的にはそんな出ないんですけど例えば東京地裁で皆さんが、うんまあ、法廷を見学するとします。 あのまあ、もし皆さん暇であれば東京地裁とか法務局とか今のうちにあの見ておくっていうのは仕事場を見ることになりますから、まあ、非常にこうあのイメージがつきますよ。例えば法廷なんか 23時間でも見ていれば裁判の流れが分かりますから民事訴訟とか行ったときに非常にこう勉強しやすくなりますのでまあこれ忙しくなったら無理ですがこの時期なんか平日にですね東京地裁でも行ってあの好きな方で見てて大丈夫ですからあの見ていただくといいかなといったことになりますね。のいうことです。東京地裁裁なんかであの民事裁判見ると 五つの法廷のうち、一つぐらいの法廷では、この民法七百九条が使われていると言われております。こんだけ条文ってあるんです。もう六法って、こんな分厚、さっきの登記六法だけでも、こんな分厚いですよ。で、そこに条文がもう何万、何十万と載っている中で、この七百九条が実は。一番法廷で使われている条文なんですね。で、例えば交通事故で。 加害害害者者が被害者に損害賠償しなけければいけません実際には車の事故なんかだと保険会社が入ってますから保険会社から払われますがこれも7 0九条です加害者は被害者の損害を埋めなさいって条文が7 0九条ですからねこの7 0九条なんかは必ず何か悪いことがあれば損害賠償という形で出てきますから一番使われる条文と裁判所で一番使われる条文になっておりますということですね。よろししいでしょうか では、えー、次、に行きましょうで次数字の2番憲法とは何か憲法とは何かといったお話をしていきます憲法とは何か。で憲法って今、国会なんかでも改正するとかしないとか憲法九条の問題とかよく国会でも取り沙汰されておりますよね。 であの憲法って一体何でしょうかっっててお話になりますささあ皆さん憲法ってイメージできます、まあ、六法に法律がいっぱい載っている中の一番最初の時によく憲法を載ってますが例えば我々国民が守らなければいけないルールが法律だとすれば国家権力に無理やり守らされてますよね赤信号止まんなさいと国家が強制してきますよ人を殺しちゃいけませんよと借りたお金返しなさいよと法律でいろいろ強制されてます。その中で 一番基本的なことが書かれているものが憲法とといいいっったイメージを持っている方が多いと思います我々が守んなければいけないルール道路交通法みたいな細かいことから借りたお金を返しなさいみたいな民法からいろんな規制がありますいろんなことを守んなければいけませんで会社を作る時に守んなければいけないことは会社法に書いてありますよ。じゃあ憲法って何ですか 守らなければいけないルールのうち一番基本的なものが書いてあるわけじゃないんです全然違うんです実はその他の法律と憲法って別物だと思ってくださいその下、えー、唐突に国家権力の話をしましょう一国家権力、えー、これまで見てきたように法律は国家権力による強制力を持った社会規範であったそうでしたね復習です 国家権力による強制力を持った社会規範が法律ですこのことは当然に国家には権力があることを前提にしている国家には権力は存在するんだそうですよね国家権力が無理やり守らせようとしているのが法律だとすれば法律があるってことは国家権力があるってこと意味します国家権力は我々を無理やり縛りつけてるものが法律なわけだから 例えば赤信号を守んなさいってあって赤信号を守らせる権力が警察力がなければそれは守ることないわけですよですから必ず権力があるしで皆さんは権力っていうと権力志向とか、えー、いうことで悪いイメージがありますから権力って超いいものでだって権力なければ法律は守られないんだから権力があるってことはいいことですよ例えば国家権力が倒された国ってどうなってるかっていうと犯罪し放題です もちろんあの独裁国家から民主的な国家になる過程でしょうがないのかもしれませんがアフリカの方の国で、えーまあ、例えば独裁国家が倒されて権力がない、えー、国なんかも一時的にありますそうするとやっぱり犯罪やったって誰もそれを捕まえる人がいない犯罪やったってそれをだめじゃないかって法律が機能してなければやっぱりやりたい放題の国もう本当にこう、うん、まあ危ない国になっちゃうわけですよね。 つまりよりよよ良いい社会が実現でできてないわけですよだから国家権力っていいもので国家権力はきちんとしてるからこそ我々は安心していられる悪いやつを捕まえてくれるし法律をちゃんと強制的な強制をしてくれるわけです。 でその下を見てください参考までに、えー、国家とは何かということを言っておけば国家とは一定の限定された地域領土に定住する人、国民が存在しその国民が服従を強制される実力権力によって統治される社会のことだと、えー、今出てきた領土、国民、権力、えー、これが国家の3要素ですよということになるわけです。 でえー、ということで権力があるから我々は法律を守るんだあ権力なければ赤信号止まらない人いると思います権力があるからあ法律が守られてより良い社会が実現できるんだよその意味では権力というのはあるべきものだし権力が倒されればあ当然その国はあのー、誰も法律を守らなくなってしまうんだということですねですからその次の図を見てください国家権力が国民に法律を強制しているという関係です。 国家権力に強制されてるルールが法律なんですね国家権力による強制力あるわけですから国家権力によって強制されてるものが法律なんだああいうことになるわけですただ実際皆さんは権力って良くないものってイメージがあると思います必要なんですよ権力は必要なんですそれはその人の括弧には権力って腐敗しちゃうから良くないイメージがあるんです でえー、国家はより良い社会を実現するために法律を作り権力でそれを守らせるのであれが乱用されるがつまり常に国民のために、えー、考えて法律を作ってくれるとは限られずより良い社会を作るために法律を作るんですが国家自身のための法律というのを作りかねないわけです。 例えば独裁国家例えば北朝鮮とか見てもらっても本当に国民のための、えー、法律を作ってるのかって言ったら怪しいですよね。それはもうなんかと国民が本当に服従を強いられるためのルールじゃないかというふうにしか思えなかったりするわけですよ。でそれは昔の日本見ててもそうですよね。あの例えば豊臣秀吉とか えー、だってですね刀狩りとかやったってなんかそれは国民のためっていうよりはあの、まあ、反抗しされないように統治がそのままうまくいくようにっていう,もう権力者のためのルールを作ってるわけですよね。でそれは、まあ、あの昔々の話だけではありませんその下見てください例えば治安維持法や国家総動員法は権力腐敗の歴史だと。例えば 国家総動員法なんていうのは軍事工場での労働強制されたりとかこれは国民のためのルールというよりは国家が戦争に勝つためのルールですよね国民のためのよりよい社会のルールなんかじゃないわけですその前の治安維持法脱法ですねこれは簡単に言うと政府の悪口を言ったら捕まえられるわけですよですからこれはもう政府のためのルールですよねより良い社会っていうよりは国にとっていい社会国が統治しやすいためのルール作りに過ぎないわけです このように権力取ると国民のためのルールっていうよりは自分自身のためのルールを作りかねないわけですよ。税金高くしようとか、えー、いうことで国家が自分自身のためのルールを作りかねないわけですね。特に独裁だとそうですよ。ただ独裁じゃなくったって、えー、内閣だとか国会だとか日本だって、えー、その政治がですね本当に政治家のためのルールっていうのを作りかねないわけですね。 ということでこのように権力が腐敗し国民の権利自由が不当に制限されることもあるんだということなんですじゃあそれを防ぐためにどうすればいいのかっていうのが憲法なんです3番憲法は国家権力の歯止めえそこで国家権力の暴走を防ぐ必要がある、えー、つまり権力者の守るべきルールを作り国家をそれに従わせる必要があるこのルールこそ憲法なんだってこと わかります憲法って国家権力者が守るべきルールなんです次のページ見てください図があります我々は国家権力によって法律を守れって言われてますが国家権力が守らなければいけないルールが憲法なんですだから我々国民は憲法を守らなくていいんですよ国家権力が憲法を守んなければいけないんです 国家権力はこのルールを守って運用しなさいねそれが国民のためですよというふうに国家権力に歯止めをかけているものが憲法なんだということです。例えばあの学校の先生が 国家権力だとすれば学校の先生が生徒に強制するわけですよ、えー、こういうふうに守りなさいと人を殴っちゃいけないよとただ先生がいい加減なルールを作るようになったら終わりですよねだから先生に歯止めをかけているものが例えば指導要領だとかいうのと一緒ですよ、えー、国家権力が暴走しないように歯止めをかけているものは憲法なんですよろしいでしょうかだから我々は憲法を守らなくていいんですむしろ憲法に守られてるんだ とといいうことを押ささえてくださいでその証拠に4ページの一番上このことから憲法を守るべきものは国民ではなくて国家であることも確認しておこう憲法99条を見れば明らかだ憲法99条を見てください天皇または摂政および国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。 国民入ってないですね国家権力者側は憲法を守れと言ってるのであって国民は憲法を守る必要ありません国民は憲法を守る必要ないんです憲法に守られてはいますが憲法を守る必要はない憲法は国家権力者が守るべきルールなんですよろしいでしょうかで例えば 憲法っっててて何が書いてあるか知ってます平和主義、戦争の放棄が救助に書いてあるのは有名ですよね、戦争しちゃいけない、これ、国家権力を守るんです。政府は戦争しちゃダメだよ、国民のためにね、こういうことなんですよ。だ国家が守んなければいけないルールなんです。中学生とかでやりますよね、平和主義、基本的人権の尊重。 あの表現の自由がある我々は学問の自由があるって書いてあるわけです。学問の自由はこれを保障するっていうのが憲法23条に書いてありますでこれってどういう意味かっていうと国民には学問の自由があるから国家権力者はそれを制限する法律を作っちゃダメだよって意味です。 国家権力者に歯止めをかけてるんですよだから学問の自由があるって簡単な表現ではありますがそれを侵害するようなことを国家権力はやっちゃいけないからね国民の権利を守るために国家権力者に制限をかけてる国家権力者に制限をかけて国民の権利を守ろうとしているでどんな権利を守ろうかっていうことが書いてあるわけですだから表現の自由を保障するって書いてありますから言論統制みたいなものをやっちゃいけないってことですよ だから戦前の治安あの維持法なんていうのはもちろん今だったら憲法違反ですで戦争の放棄だってそうですよ戦争国家がやるようであれば国民の人権自由って守られないじゃないですかだから戦争をやっちゃダメだよって書いてあるわけですで学問の自由だって国家権力者っていうのは制限したいんですよ本音を言えばだって国民ってバカな方が統治しやすいんです言うこと聞いてくれるから。 で離婚になっちゃうと今の政府おかしいいんじゃねえかって言い出すすわけですよ独裁っておかしいんじゃねえかだから権力者ってのはどうしても国民をバカにしたいんですそれは独裁の国見れば分かりますよねインターネットで外国のことを知られないようにするとか例えば日本だとそうでしょ朱子学の禁止ってあったじゃないですかやっぱりいろんなことを知ると今の政府おかしいんじゃないかってみんな思い出すわけですだから学問っててどうしても 制限したいんです政治学とかですから学問の自由は保障するって書いておかないと国家権力が学問禁止しかねないからですよろしいでしょうか表現の自由だって保障しておかないと言論統制したいんですよだから憲法に書いてあるわけですそういうことなんです だから基本的人権の尊重というのは国民にはそういう権利があるんだから自由があるんだからそれを制限しちゃだめだよって国家権力を制限しているというのが憲法の役割なんですよろしいでしょうか。ということで3ページ戻ってください。3ページの下から4行目チェックしてくださいつまりのあです憲法とは国家権力の乱用を抑制し 国民の権利自由を守るべきためのの基本法とということになります国民の権利や自由を守るために国家権力に歯止めをかける国家権力の乱用を抑制するそれが憲法なんですね。でまたのあと見てください憲法で国家権力を制限し憲法に基づいて政治を行うことを立憲主義と言いますだからあの日本の政治ってやりたいことをやっちゃいけないんです憲法に基づいて政治をするこれが立憲主義ですね。 憲法に基づいて政治をするだから戦争したくたってできません憲法に戦争放棄って書いてあるからよろしいでしょうかでどういう憲法がいいかっていうのはやっぱり国民が決めることですから あの例えば今安倍政権というのは憲法改正をしたいわけですよね。で世の中だから憲法改正反対か賛成かで議論されてますがちゃんと憲法を知った上で判断していくってことが重要でそれはもう賛成派も反対派もあるでしょうけれどもあのよく分かんないのに反対したりよく分かんないのに賛成したりということが多いとは思いますが憲法ってこういうものなんだよってちゃんと分かっておくってことはやっぱり法律家としては必要ですよね。例えばあの今の自民党の あの法案ではですねこの憲法99条に国民を入れようとしているわけですよ国民もやっぱり憲法を守るべきだとだ憲法の考え方を変えようとしているのでそれがいいか悪いかってちゃんと国民投票があったら判断していくとういうことが必要なんですよねということで今のところはですね国民は憲法を守る必要がないよと言ったことにはなっておりますでなこういうことを理解すると何がいいかというと憲法の 判例なんかをこれから皆さん勉強していきますがそれはもう一網打尽に理解できますよそれはちゃんとこれ基本知っておけばつまり我々は憲法を守らなくていいんですよね。例えば憲法には平等権というのがあります国家は国民は平等に扱わないと憲法違反ですだから我々はあの同じような報酬であれば給料であれば税金一緒ですよこれは平等だから。 だかから何か国家が不平等なことをやったら憲法違反になりますところが我々は憲法を守んなくていいわけだから我々があの別に人を不平等に扱ったって憲法違反になりませんよ。わかります例えば平等権って守んなきゃいけないなんてなったら自由な生活できませんこれ国だから国家は国民を平等に扱わなければやっぱりおかしいわけですよ。 だから平等権ってあって、えー、国民は平等だから国民平等だからそれは国家に対して国民平等だからな、えー、平等違反なことしちゃだめだぞっていうふうに言ってるわけですよでこれ国民が守らなければいけないってなったら生活できませんからね合コンに行ってお気に入りのこう異性とばっかり話していたら平等権侵害だとかになったらこれはもう、えー、恋愛だってできないわけですよ恋愛っては不平等なもんですからね恋は不平等なわけです。 ですからあそんなことであのなんか、ね、1人だけチョコが小さいとか文句言われても困るわけですよですから、そんなこと言われたら平等権侵害な、な平等権なんていうのは絶対こう無理ですよねあとは、やおやのタイムセールだってできなくなりますよえさっきタイムセール外で買ったら高かったんだけどって文句言われて平等権侵害などの憲法訴訟を起こされちゃうなんてことになったらこれはもう生活できませんからあーやっぱり憲法というのは国家が守るべきルールなんですね。 だから国家が国民に対して不平等な扱いをしたらそれは憲法違反になります。で何を言いたいかというと、えー、これはもう憲法を勉強する前に絶対知っておいた方がいいんですが憲法を勉強するといろんな判例といって裁判例を学んでいって覚えてもらいます。ただ今の話からするとその憲法を守らなければいけないのは誰ですか国家ですよね。だから国家が憲法違反かどうかっていう訴訟なんです。 だから必ず憲法訴訟で訴えられてるのは国家側です国民側じゃないんです被告は必ず国家ですそれが分かっているだけでえつまりそれが分かってないで一つ一つの判例を丸暗記しよったってなかなか無理なんですよえつまり憲法訴訟というのは国家のやった行動や国家の作った法律が憲法違反かどうか争われている訴訟なんですでいいですか国家は本来憲法をま 守らなきゃいけないんですよでも守らなかったんじゃないかと気づいた国民が訴えてそれが憲法違反かどうかが争われるのが憲法訴訟なんですだから必ず国家が何かやりますあるいは国家が法律作りますそれが憲法違反だと気づいた国民が訴えてるわけですよで最終的にはそれが憲法違反かどうかが争われてジャッジが出たのが判例なんですだからよくこれも理解もしないで 学ぶじゃないですか中学校で、えー、最高裁は憲法の番人だと何も理解されないのに教えてもらったって分かんないんですがそういうことですよ憲法を守国家が守ってないとすれば最高裁が違憲判決出してくれるということですよね。これがあの 憲法の仕組みなんですだから憲法を勉強すると必ず国家権力者側が訴えられますからそれが憲法違反かどうかあ,あいうことでジャッジをしていくというのがです、ね、憲法訴訟ですよということになりますそういう基礎のところをしっかり理解をした上でこれから学んでいってほしいなということですね。でじゃあイメージ作りでいくつか例を出しましょうか例えばですね平等権というのは結構判例があります。 国家がやっぱり平等に扱わないってことは結構あるんですよですからそれがですね不平等に扱った時には憲法違反ってことになるよくあるのが男女不平等女性ですね女性差別が法律で結構あったんです今までですからこれは女性差別ではないかなんていうことで訴えられて違憲判決で潰された法律も結構あります。例えば あの再婚って自由にできるんですけど女性だけ6ヶ月空けなきゃいけないんですこれが女性差別ってことで意見判決出ました女性は今100日でいいんですね100日空ける昔は6ヶ月空けなければいけないものが女性を女性だけ差別ではないか平等権ってことは男女平等も含まれてるわけですよで、女性だけ6ヶ月空けなければいけないのは女性差別だってことで100日に縮まりました、えー、いうことですよねよろしいでしょうか あとは平等権でいうと一票の平等これも結構裁判が行われてますこれ今現在進行形でいろんな裁判が行われてますよ全国で、えー、例えば東京選挙区と鳥取選挙区がよく比較されるんですがあ人口が少ない鳥取選挙区はもう東京の選挙区に比べてだいぶ一票の重みが重いんですね ですからそれが憲法違反じゃないかなんで東京だと例えばですねこんなたくさんの人数の中で1人国会議員選ぶだけなのに鳥取はこんな少ない人数で国会議員1人選べるのかと不平等じゃないかということでこれも意見判決が出たりしますですからこんな形で我々が国家から不平等な扱いを受けたら国家にやった行動が憲法で規定するところの平等権違反だといった判例が出るわけですよ。あとは 靖国訴訟というのがよく行われます。内閣総理大臣なんかが靖国神社に行くと憲法違反だっつって訴訟が行われますね。で、これはどうして憲法違反だってことが問題になるのか。まあ最初に憲法違反かどうかは憲法でやります。で、どうして憲法違反だって問題になるのかって言うと実は政教分離という原則が憲法にあってそれに違反してるかどうかが争われているわけですえ。内閣総理大臣が靖国神社に行くってことは国家のやった行動ですよね。 だからそれが憲法に違反しているんじゃないかという訴訟なわけですよで、なんでこれが問題になるのかというとまあ内閣総理大臣が靖国寺院に行くことぐらいいいじゃないかともちろん外国とのまあいろんな戦争の問題あるとしてもなんで憲法的な問題になるんだって話になりますが実は憲法には信教の自由って言って我々はどんな宗教を信じてもいいですよって自由がありますキリスト教を信じてもいいし仏教でもいいし何やったっていいんですね ですから国からある宗教を強制されたりとかあるいはある宗教を禁止したりとかああいうことはあ,あってはいけないわけです。それだから例えば江戸時代なんかはあのキリスト教を弾圧したじゃないですかあれは憲法違反ですよねもちろん今だったらあ憲法違反ですよ。でそれは信教の自由という自由があるので国家は国民の信教の自由を侵害してはいけないよっていうルールがあるんですが。 それを守ろうとするためには国家がある宗教とくっついちゃいけないってルールを導入するのが一番なんですこれが政治と宗教はくっついてはいけないという政教分離と呼ばれる原則になります政治と宗教で政教ですよ政教分離だから日本では国の宗教というのを作ると憲法違反ですこれイギリスなんかだとありますよねイギリス国教とかで、あるいはトンガ王国なんかだとキリスト教 ですよ。国がそのものがですから、そういうのは日本ではあってはいけない。というのは今の憲法なんですね。それはもちろん考え方として、別に、えー、もう本当にしっかりした宗教があってその宗教に基づいて政治をするって国があることは否定できないわけです。それはそれであるんです。ただ、日本ではダメってことだから、トンガ王国なんて、それで平和に国が治められてればそれでいいわけですよ。 あれ日本だって昔聖徳太子が仏教で国を治めたわけですよねそれはそれで一理あるわけですよただ日本っていうのは同調性が強い国ですよねなんかクラスでちょっとこう浮いてる人がいるとすぐいじめに発展したりだとかなんてあの人私たちと一緒じゃないんだろうねとかいうことになりかねないわけですよで宗教でもそうで例えばキリスト教弾圧だってキリスト教が 異端であれば、それが私たちと違うっていうことで許せなくなっちゃったりするわけですよね。だからもし国がある国境というのを定めてしまうと、日本の現代の風土では、あそれを信じてない人をやっぱり迫害するってことに繋がりかねないわけですね。だからそもそもじゃあそういうことを考えたら、国がある宗教と結びつくことを禁止しようってことで憲法が政教分離、国と宗教がくっついてはいけないって原則を取ってるんですね。 そうすることによって間接的に国民の信教の自由が救済されるのではないかというふうに考えているわけです。だから国が宗教とくっつくと政教分離に反するってことになる。だから内閣総理大臣が靖国神社に行くことが問題なのではないかというふうに憲法問題になるわけです。よろしいでしょうか。だからこれも程度問題ではあります。 全く分離すするってことは不可能ですよね例えばあの小学校でクリスマス会ぐらいやってもさそうなもんですよねでもクリ,スクリスマス会ってキリスト教の行事だと言われたら宗教とくっついてるってことになりますがそれはいいだろうってレベルですよですからど線引きが難しいんですねで靖国神社訴訟の結論で言うとあの愛媛県知事があの 玉料って形で榊の枝を刺して正式に奉納したら違憲って判決があるんですでそこまでやっちゃいけないんですねで一応それが最高裁判例でだからあの総理大臣なんかは小泉総理あたりでしたかあの小銭でこう出したとあれはその憲法訴訟知ってるからですよいうことなんですねということで一応今ある判例で言うとあの本当に正式にこう、えー、靖国神社の まあ、お祭りに参加して、えー、正式な祭りに参列をして、えー、サカキのバラえ枝をつけてこう放、えー、納して憲法違反になった判例はあります。であの内閣総理大臣が明確に憲法違反だっていう判例はまだないんですね。あの次細レベルでは意見が出たんですよ。で新聞にも書いてありました。 でも最高裁まではいかなかったので最高裁で皆さんが覚えなければいけない判例とすれば愛媛県知事が玉串料を奉納していけんっというのは出てるのでそれは覚えなければいけないんですけど一応靖国神社に内閣総理大臣が行くと問題にはなって訴訟沙汰にはなるんですが最高裁まで行かないうちにこう。 えー、い,かいかないケースが多いのでなかなか最高裁判例は出ないのでそれは覚える必要はないんですけれども、えー、県知事の事例についてはちょっと覚えなければいけないんですがね、えー、そんな形ですよで今言ってるのは一つ一つを今覚えてくれって話ではなくてそれはもう言ったらまあ何ヶ月1ヶ月後ぐらいには勉強しますが今の段階では憲法訴訟というのは国の作った法律や国のやった行動に気づいた国民がダメ出しをして最高裁が判断するものだ。 という仕組みを今のうちに理解だけしてほしいんですね。そうすることによってこれから憲法の勉強がスムーズにできるかなということなんです。よろしいでしょうか。では次に行きましょう。次はこの四ページ講義ノートの下のところで法律の分類、法律の分類ですね。こちらをちょっと勉強していきましょう。法律の分類です。で三番法律の分類、括、え、弧、ー、一番まず公法と司法というのがあります。 で2行チェックしてください候補とは国または地方公共団体とその構成員国民との間の関係を規定する法だつまり国民と国家の間の関係を規定した法国民と国家の間の関係を規定した法ということになります国民と国家の間の関係を規定した法、まあ、地方公共団体とか書いてありますが、まあ、難しいことはいいですから国家がいますよね。 国国家と国民と民の間、この間の関係を規定したものが公法なわけですでその次司法もチェックしてください司法とは国民と国民との間の関係を規定した法だで国民と国民との間の関係を規定したものがこれが司法なわけです ではその下を見てもらうと候補には刑法民事訴訟法などがあり司法には民法会社法商法などがある。で皆さん先ほど競馬でむしゃくしゃした事例でほら国家がどんな刑罰を科すかというのが候補で刑法はこっちですよその殴った A さんにどんな刑罰を科していいのか。 国家が国民にどんな刑罰を科していいのかっていう刑法は公法ですよね。でそれに対して A さんが B さんにどんだけ損害賠償をしなければいけないかの基準が書いてあるのが民法で司法ですよ。こんな形で国民と国民との間の関係を規定したものが司法で国家と国民との間の関係を規定したものが公法になります。だから先ほど 裁判所にこう見学に行くといいって話をしましたが裁判所を見学に行った時に原告席被告席両方とも国民が座っていればそこで使われているものは司法です国民と国民の間の揉め事を解決しているわけですからで国民と国民の間の関係を規定したものは司法ですから司法が使われるように決まっているわけですよ。 でどっちかに国家権力使われ座ってればあ被告に国家権力座ってるとか原告に国家権力が座ってるっていう場合にはそこで使われているものは後方になります例えば刑法ですね原告席に検察が座ってますよでその検察がどういう刑罰を課すかですからねこれ刑法という後方が使われてますあるいは税金滞納している人が訴えられてるとかで、えー、訴えている方は 税務署ですよですからこれは財務省から訴えられているってことであれば片方国家権力が座ってますからやはり広報が使われてますね税法っていうのは国民からどんだけ税金が取れるかという国家権力者側と国民との間の法律ですから広報になるわけですよろしいでしょうかだから裁判所を除いてみてどっちかに国家権力座ってれば広報両方とも国民が座ってれば司法というふうに押さえていただければいいかと思います では次ですあ、えー、一つ疑問があるのが4ページの一番下の民事訴訟法がどうして広報なんですかっていうのはよく質問があります民事訴訟法はどうして広報なんですか確かに民法は司法でその民法を使うための訴訟が民事訴訟法なんですねでも民事訴訟法自体は 国家が国民にどういう裁判をしてあげるかっていう裁判所がどういう裁判するかって法律なんでこれは広報なんですねその民事裁判の中で使われているのは司法ですよでも民事訴訟法自体は裁判所とそれを使う国民との間の法律なんですということで民事訴訟法自体は確かに 司法のための裁判をするための法律なんですよ。ただその民事訴訟法自体は公法なんです。裁判所がどういう裁判を提供するか、裁判所がどういう裁判を提供するかといったことが書いてある法律ですから、民事訴訟法自体は公法、民事訴訟法自体は公法になります。では次です。5ページ（括弧2番 ）5 ページ（括弧2番）です。 実体法と手続き法実体法と手続続法で実体法法法法実実実ととをチェックしましまょう実体法とは、権利義務の発生変更消滅自体を規定する法ルール自体が実体法です、ルール自体これをやったらお金を払わなければいけないとか契約は守らなければいけないとかルールそれ自体内容です、内容のあるもの,内容の,あるものこれが実体法です。 手続き法をチェックしてください。手続き法とは、権利を実現するための訴訟などの手続きを規定する法。実体法がルールだとすれば、そのルールを守らせる仕組みが手続き法です。あの実体法は内容です。例えば皆さんがゲームをやるとします。 いいですよスーパーマリオでスーパーパマリオのソフトが実体法ですよこういうゲームだっていう中身が入ってるわけですねでもスーパーマリオのソフトを持ってるだけでは使えませんハードが必要ですよね、えー、今だとスイッチですかね NintendoSwitch ああいう,うーんハードが必要ですよあのハードが手続き法ですつまりソフトを動かすための仕組みソフトを動かすための仕組みこれが手続き法です 例えば刑法というのは実態法ですこういうことをやったら刑罰になりますよって書いてあるからでもどうやって刑罰に課すのって手続きが規定されていなければいけないこれが刑事訴訟法という手続き法です民法は実態法ですで民法は例えば 今日一番最初にお話をしましたがあの例えばですね不動産を買ったら登記をしなさいと登記をすることで第三者に主張できますよ登記をすればあ自分のものだって主張できますよって民法177条に実は書いてあるんですね。でこれはもちろん民法を作るときにああ、えー、不動産ってどう,やどういうふうにしたら自分のものだって主張できるようにしようかって民法学者が話し合ってあ登記っていうのがいいんじゃない登記をやったら勝てるよってことにしましょうとこれがルールですよ。 でも実際にそれが機能するためには登記の仕組みが決まってないと困るわけですよねだから民法には登記をすれば勝てますよって書いてあったとしてもそれを動かすためには登登記記の仕組みを作らななけけれればいけないこれは不動産ですどういうふうに登記申請書を作ればいいのか添付書類は何なのかどの役所が法務局なのかと法務局で、えー、どの役所が登記所になるのか法務局ですよとこういうことが規定されているのが不動産登記なんです。 だから民法では登記をすれば勝てるっていうルールはありますでも実際、登記ができるような仕組みが必要なんですね。これが不動産登記をということで、えー、その中身を動かすための仕組みが書いてあるものが手続き法だというふうに押さえてください。 えっと、今講義ノートで勉強してますが、もう一度テキストの。八ページ戻ってください。テキストの八ページ。下に、午前の部の科目と、午後の部の科目が並んでますが、実は。午前の部が実体法。午後の部が、手続き法なんです。午前の部が、実体法。午後の部が、手続き法です。 で民事訴訟法などは重要ですから大学でも学ぶと思うんですが大学んだって学問としてはやっぱりどんなルールを作るか例えば不動産の対抗要件を登記にするのかそれ以外に引き渡しにするのかとかそういうやっぱりルールの根本を学ぶから学問になるんですよ。 で手続きで印鑑証明書がいるかいらないかとかそんなのは大学で学ぶようなものでもないですからねですから大学は大体実態法を中心に勉強すると思いますがこの試験大学の法学部で学ぶ法律は裏腹に手続き法のが配点が点多いです午後,午後の部は期日の部もありますからなぜかというと皆さんは法律を学問として学ぶわけではなくて実務化になるために学ぶ。 で実務家が使うのは手続き法なんですだって法律の手続きをやるわけだから実際の不動産登記をやるわけだから実際に協宅をやるわけだからそこでどんな印鑑証明書が必要で住民票がいるのかとかあどんな種類用意すればいいのかとかどんな申請書を書けばいいのかっていう手続きをやるんですよ実務ではだから手続き法の方が配点が多いしそれが実務では重要なんですただ その手続きっていうのはあ実態法を動かすための仕組みですからもちろん実態法の勉強もいるんです。ということなんですねだからあの大法律を学問として学ぶときにはあまり手続き法という勉強をしませんただ皆さんは実務家になるわけです実務家は手続き法ばっかり使います実際に税金払うのは登録免許税法という法律に基づいて払うわけですから 手続きが実務で必要なので試験の段階でも手続きのが配点が高いということは抑えておきましょうで、この手続き法はやっぱり何回も言ってる通り本当に具体的な細かい知識が出題されますからそれを覚えていくことが必要になります学問とはかなり離れてます で司法試験というのはどっちかというと学問寄りです、法律のことをちゃんと理解して論文書いたりしますからだから、大学の法学部で勉強している司法試験やってるという方は午後の部、要注意です、午後の部の部大事さが分かんなかなったりすするんです先生、印鑑証明書の通数とかを覚えなきゃいけないんですか、くだらなそうなんですけどみたいなことを言い出すんですね。大事なんでですよこの試験に関してはは実務では ですからもちろん学問とすればそんなのはまあ手続きなんて実務で任せとけえなんて話になると思います学問的には大事な意味はそんなにないと思います。どんな手続きを作るかなんて現場に任せとけえって話ですよルール作りが大事だっていうかもしれませんだけれども皆さんその手続き側なんですだからそのあたりはもしですねそういうふうな学問として今まで法律を勉強した方は午後の部はくだらなそうに見えることもしっかり勉強しなければいけないんだということでもう一度こう捉え直す必要がありますからね。 よろしいでしょうかでは、えー、最後の分類が、えー、5ページ括弧3番、えー、講義ノートに戻って一般法と特別法一般法と特別法。一般法と特別法 一般法をチェックしましまょう。一般法とはその対象を人地域事項などで限定しないで一般的に定めた法だ。で特別をチェックしましょう特別法とはその対象を特定の人地域事項などで限定しその対象だけに限定して適用される法律ここにいる皆さん全員に適用されるのが一般法です。あるる人だけに限定してピンンポイントで適用されるようなものが、 特別法特定の人だけに適用される特定の地域だけに限定して適用されるだから限定しないで限定してってところをそれぞれ波線引いてみてください今蛍光ペンかなんかでチェックしたと思いますが「限定して限定しないで」これがあキーワードですねある人だけに限定して適用されるものが特別法もう限定しないで適用されるものが一般法ってことになります。 民法には消費貸借って契約があります。消費貸借でこれはお金を借りる契約だと思っていただければ結構です。お金を借りる契約金銭、消費貸借金銭消費貸借で民法にも規定があるんですね。で、あの、例えば皆さんが友達とですねお金の貸し借りをしましたと、1年後に返してください。って100万貸しました。 1>, 1年後に返してくださいって言って100万貸しましたそしたら1年後友達が100万返してくれたんですふざけんなと利息はどうしたと利息つけろよと100万貸して100万返すやつがいるから1年も使っててと利息民法だと3%と書いてあるとじゃあ3%の利息をつけないからあおかしいだろういや俺は払わねえ訴訟になりますよ利息も返せいや元本だけでいいだろうと どっちが勝つかです。民法は無利息が原則です。だから約束をしない限り利息取れないんです。約束をしない限り利息取れません。だからこれはあ,あなたは利息取ることができないよって判決が出ます。ただ実は商法という法律これは商人や商行為だけにピンポイントで適用される法律です。 だから皆さんの中に商人がいれば商法は適用されます商人同士のお金のやり取りでは利息は始めからつきます約束をつけなくても利息ごと返さなければいけないんですこれが特別法ですまあ商人というのはお金儲けのためにやってますからあお金大事だって分かっているんですよだから商人同士でお金の貸し借りをして利息つけないなんてことはないだろうということで商人同士では利息取るという特約をつけなくてもお金借りたら利息つけて返さなければいけないんです このようににに皆さささん一一般般的適適用用れれるるものが一般法法商商人だけに適用される商法は特別法ですでこの特別法というのはどういう時に作られるかというとあその人にちょっと見てください一般法は民法などがあり特別法には商法商人だけに適用されたりあるいは借地借家法借地や借家の法律関係に限定して適用されるなどがありますということですね。 このうん、借地、まあ、土地を借りたり建物だけに借りたりする時に使われるものが借地借家法なんで特別法なんですね。で特別法がどうして作られるかっていうとまず一般法といいうももののがいろんなものに全てにて適用されるルールーです例えばお金を払って物を借りるお金を払って物を借りるって契約を賃貸借契約と言います。 さあ皆さん賃貸借契約結んだことありますか例えば、えー、車を借りるレンタカーこれ賃貸借契約ですねお金払って物を借りてますからあとは伝えで DVD を借りるこれも賃貸借契約ですねお金を払って土地を借りるこれも賃貸借契約ですもんな小さな DVD から土地まで 一つのルールで解決できるわけないんですよですからとりあえず民法では下敷きとして、えー、賃貸支契約を一般法として作りますでもそれでは不都合が生じることがあるんですそこで特別法が作られるわけですこれが一般法と特別法の違いですね同じ法律で解決できるわけではないから特別法で修正していくんだということです で例えばその下に、EX、があります民法604条,民法60条、えー、賃貸借の存続期間は50年超えることができない、まああのー、これ実は2020年4月までは20年超えることができないというルールで、えー、皆さんが試験受けるときには50年になっているのでもう進歩で教えます。50年の伸びたんですが あのまあ、最近は結構大型のものの貸し借りが多いですから大型プラントとか重機とかですから、まあ、ちょっと50年伸びたんですけれども、まあ、50年上限ですよ民法では50年が上限ですで上限作ったんですどうしてかというと例えば皆さんが、えー、DVD を50年間借りているもう貸した人ってそんな DVD50 年後どうでもよくなってそうですよね。 ですから、所有者の権利を害しすすぎるんですよあまりにも長いと。ですから、DVD であれば大体7泊ぐらいじゃないですか、借りるの。ですから、そんな形でレンタカーだったら1日、2日ですよ、あんまり長い期間の貸し借りをしていると所有者の権利を害するのではないかということで上限設けているんですがただ、皆さん土地の貸し借りではこれ、短すぎるということになりました。 どうしてかというと土地の貸し借りっていうのは土地を借りて何するんですか建物を建てるんです建物を建てるために土地を借りるときに50年じゃなくて100年住宅とか言って、まあ、100年ぐらい長持ちする場合もありますよ80年で借りたい90年で借りたいっていう要請はあるんですねですからそのときに民法の50年が短いっていう障害が生じてくるのでじゃあ土地を借りるときには 50年より長くていいですよって特別法が作られるわけです。これが特別法の作り方ですね。えー、民法のような一般法では、えー、ちょっと不都合があるよ、いろんなものが規定されている下敷期的な規定ですから不都合があるっていうときにじゃピンポイントで特別法が作られるんだということになるわけです。よろしいでしょうか。だから借地借家法がその下にありますが、あ借地権の存続権は30年。 まあ一応、特約しなければ30年なんですが特徴はその次ですよただし契約でこれより長い期間を定めたときにはその期間とするということで上限なしです借地借家法は上限なし土地を、えー、建物を建てるために土地を借りる建物を建てるために土地を借りるときには上限なしです。で その四角の一行上見てください。また、特別法と一般法は特別法が優先する。これが特別法優先の原則です。特別法優先の原則。特別法優先の原則です。で、皆さん、み、あの、一般法と特別法というのは。なんか一般法のほうが偉そうです。例えば、民法は一般法ですよ。 だから民法とりあえず民法の一あの司法の中で国民と国民との揉め事の中で国民と国民の関係の中で一番基礎になる法律が民法です。でやっぱり民法っていうとやっぱり大事な法律な気がしますよね。で特別法っていうのは何とかのための何とかのための法律みたいなすげえピンポイントだなみたいな法律が結構あるわけですがもう本当に六法の端っこに載ってるような。 適用範囲が狭いような,なんか肩身が狭いようなそういうのが特別法ですよ。でこの特別法というのが実は一般法より優先します。えー、初めに聞くとなんんそれ一般法ののが得れんじゃねのって思いますよね、えー。民法学者なんていうのであれば名前も知れてるし、えー、あるいは大学の総長にまで上り詰めたりしますよ。 ところが特別法なんて誰も研究者がいないようなどうでもいいような法律より民法の方が優先するんじゃないのなんていうふうに思いますところが実は特別のが優先しますどうしてかというと一つは特別法ってピンポイントで修正するために作ったわけだからそこでで優先的に使ってもらわなないいと出番ないんですよ例えば借地借家法って借地借家の関係では。 民法より優先的に使ってもらわないとそのために作ったわけだからそこで民法が優先しちゃったら出番ないわけですよね民法を修正するためにピンポイントで修正するために作ったのが特別法なんだからあのとりあえず一般法というのは下敷きです 民法は下敷きですあの司法について国民と国民との関係について幅広くやっぱりルールを作る必要がありますからこのように幅広く作られたルールーが一般法です例えば賃貸借でいうと、えー、賃貸借のルールを一般的に規定したわけですよ。えー、上限50年ですよと でそこは、例えば、DVD の貸し借りだとか車の貸し借りだとか、えー、そういうものは全部上限50年でやらなけければいけません。ただ、えー、借地地。ですね、土地建物を建てるための土地の賃貸借ちょっと待って、上限50短いでしょうってことでこれをピンポイントで修正するために借地借家法が作られたんです。 でこの修正するっていうのはどういうことかっていうと上からここだけ修正シールを貼るというイメージです。こうシール修正シール。ちょとペロっていう感じ修正シール。えこれは貼ってるイメージですね。つまりこの部分だけ民法を修正してるんです。だから民法より上に貼られてるんですから民法より優先するって考えです。 ピンポイントでこの部分だけ民法をより優先して適用しますからねってことだから民法自体は改正してないんですが民法の上に貼られてますからそっちが優先します、えー、上限ないですよってルールをここだけペタって修正して貼ってるんですよ上から貼ってる以上そちらが優先ですこのようにピンポイントで上から貼る修正シールピンポイントで上から貼る修正シールが 特別だというふうに理解をしてください。 まあピンポイントで修正するために作られたんだから、そのピンポイントの部分については当然民法より優先的に適用されるんだということになります。よろしいでしょうかね。あのまあ、皆さんこれからレックに通ってもらいますよ。で水曜日とですね日曜日この渋谷香港に通ってもらいます。でまあ、遠方から来ている方もいると思います。まあ、水曜日にしても日曜日にしてもまあ、結構遅くなりますよ。 でスーパー寄りますよ、今日も一日頑張ったなということで、えー、刺身のコーナー行くと夕方ですから刺身が上から半額のシール貼られてます定価より上に半額のシール貼られてますから半額ですよねいやうちのスーパーは、ね、シールの下が優先するんですなんてことはないわけですよ、えー、ですから上から貼られたシールは当然修正シールということで優先するわけですから特別法のシールがピンポイントで貼られてればそれが優先することになります。 これが特別法の存在意義だといいう,うに思ってくださいださから実はですね皆さんこれから実務出たりした時に気をつけなければいけないのはただ民法を勉強して賃貸借やりましたとでもそのそのやつの貸し借りは特別法があるんですっていう時には民法の知識使えないんですだから何を気をつけなければいけないかと,いうと特別の存在特別法が存在する時には特別を優先しますからだから 皆さん実務出てですね何か聞き慣れないような分野の相談があった時には特別法があるかないかはいつも気にしなければいけない。 で例えば不動産登記なんかでもあ登録免許税の勉強しますが実務で,で租税特別措置法があればそっちが優先したりするんですですからあの専用住宅だと安くなるとかですからそんな形であのとにかく特別法の存在というのは実務出たら気をつけなければいけないもちろん、えー、この、えー、試験の段階でも実務で大体必要な特別は出てきますからの借地借家をも勉強します。ですかからあこの特別なんかも、えー 結構ですね、えー、必要なところは出てきますから勉強していきますがあちょっと実務なんかではですね特別なの際は気をつけてくださいだからよく大学生が民法を勉強するだけで法律問題が解決できるわけではありません民法はた確かに下敷きではありますが上からたくさん修正シールが特別法が貼られてますからね例えば、えー、民法の売買契約だって消費者と、えー、企業との売買であれば消費者保護法なんかも適用されますよ ですからこの辺は特別法がいっぱいありますから実は特別法が分かっていなければ法律相談なんかに応じることができませんから生半可な知識でやっぱりやると特別の存在って本当に怖いんですねだからそのです、ね、あんまりやってない分野についての相談があったらまずは特別法を調べるというところから始まったりしていくんだということをちょっと押さえておいていただいて、まあ、試験の段階では必要なものはすべてお話をしますからそこは安心をしていただければいいかなといったところですね。 で実は民法なんかだとです、ね、もう特別法の修正シールが上から貼られまくっていてあれ、民法の規定はほとんど見えないぞ下敷きの上になんでこんな修正シール貼られまくってんだみたいなあいうようなコーナーが実はあるんですよ。よろしいですかねなんかもうタンスかなんかにですねちっちゃい子供がいたずらでシールを貼ってもう見えなくなっているようなそんな感じのコーナーがあるんです。どこかっってていうと雇雇用用やつです雇用契約 これ民法の雇用契約って上から修正シールを貼られまくっていてほとんど民法の規て見えないあちょっと1箇所見えたみたいなこんな感じになってるんですねなぜかというと民法の雇用契約って労使平等の思想のもとで作られておりますが全然平等じゃないじゃないですか労働者を保護するために労働契約法だとか労働基準法だとか最低賃金法だとかいろんな法律で もう雇用契約っていうのは結構がんじがらめになってるわけですほとんど民法の労使平等のです、ねえー、契約を結ぶ機会なんてありませんだから民法の雇用契約って学んだってほとんど使い道ないんですよだからまあ社労士なんかでこう労働関係の法律を学んで初めてその労働関係については分かるわけですよねただあの隙間がなくはないんです民法の規定でえ契約を結ぶことがなくはないんです一つが同居の親族です だから皆さんが事務所を開いてちょっと結婚相手とかを雇う時には別に労働契約法なんかは適用されないんですよ民法の平等の契約で結んじゃっていいんですね別に裁定がどうのとかあ全然そういうことはありませんあとはあの一応労働契約法から漏れているものは家事使用人ですね、えー、家政婦は見たみたいな。 ああいうやつについては労働契約をから漏れておりますから民法で契約を結ぶことになったりします。まあ、その辺も問題になっているので今、いろいろ手当てはされておりますけれどもそんな形で民法の雇用契約の分野についてはほとんど特別法で見えなくなっているぞということではあります。ということでこれが一般法と特別法のお話ということで民法は司法の一般法という立ち位置が分かっていただけたかなと司法の一般法という立ち位置が分かっていただけたかと思います。ということでちょっと法律を分類していきました。で この法律まだ民法に入る前に法律そのものの勉強がもう少し続きますからここから先は次回ということにしていくことにしましょうで今回はですねまず司法書士の実務についてそれから司法書士の試験についてそれから法律 そのものについて入っていきました法律は何かというところまで、えー、お話をしましたので、えー、ぜひ復習をしておいてください、えー、それからあの携帯視書士とか六法などについては先ほどお話したとおり、えー、3月23日のです、ねえー、書籍のイベントのところで発売もしますからこちらもぜひ参加していただければ勉強法だとか、えー、そのようなものについてもお話をしていくしちょっと書籍の、えー、購入もできます。ちょっと安く買えるし あの私の方でもちょっと合格のお守り的なおまけも用意しましたので、えー、ぜひそれも受け取っていただければというふうに思いますでは、えー、今日はこれで終わりにしましょう、えー、1回目でした、えー、まあ今日のところはまだ復習の仕方とかあそれのようなものについてはお話をしてませんしまだあまりこう気楽に聞いてくださいというお話ですからやったところについて、えー、こんなことをやったなという理解が 法律って何だっけとか憲法って何だっけっていうものが頭の中で説明できるようにしていただければ結構です少しずつこう勉強を始めていきましょうねあとは一番最初にお話しした通りですね、少しずつ勉強の体制を整えていただいてどこで勉強しようかとかどれぐらい勉強できるかとかああそうようなことについて考えていただければいいかなというふうに思いますで、私が書いた勉強法の本なんかもありますからそれでちょっとイメージなんかも作っていただいて後ろのに紹介してありますからイメージを作っていただいて少しずつこう勉強に慣れていただければ一番 最初こう3時間話を聞くだけで結構大変じゃないですかあの小学生なんかも朝から晩まで机に座ってて偉いなと思うんですが、えー、なかなかこう勉強から離れて勉強始めようと思ったら最初はその勉強になれるというところから始,め始まると思いますからまず全体構造3回しかありませんから勉強の体制を作ってもらって皆さん憲法が最初待ってますから憲法で一通り勉強ってどういうことなのか分かっていただいて満を持して民法の方に進んでいきたいと思いますでは今日のところはそれぐらいにしておきますからよく復習をしておいてくださいお疲れ様でした stop